今回は、電車でガマルジのふりをするのにハマってるというニートの一致の話を紹介するよ。ニートY31歳。電車でガマルジのふりするのにハマる。最近、電車でガマルジのふりをするのにハマってる。暇だからたまにパッパの定期をこっそり使って電車に乗るんだけどさ。急に絶叫したりすると、周りの奴らがすごい挙動不審になって面白すぎる。ガマルジのふりじゃなくてガマルジそのものじゃん。え、ふりなの？気持ち悪い。そもそもパッパの定期を使うのはダメだろ。たまたま、前にツイッターでヤバい奴が炎上しててさ、試しに気象のふりをしたらみんなが動揺しててくさ、ニートしてて特に楽しみもないしこれが最近の楽しみや。通報しました。これはうざすぎる。ガマルジの真似って難しくない？本物っぽさがなかなか出せない。わかる。やめろよ、そういうの。この前なんて、ガキを二人連れた母親がいてさ、ワイガケ行って規制を上げてたらめっちゃ慌てて隣の車両に移っていった。笑えるよなぁ、な。笑えない。やばいな、こういうやつ。別の意味でガマルジ。悪いけど、ちゃんと2コマレベルの大学を出てる。頭が悪い奴はバカしかできない。学力がある奴はバカもできるって言うだろ。そういうことや、嫉妬するな。なんだ、2コマレベルか。それでどやるなよ。なんでもいいけど、昼間から暇だね、君。君もね、昼間からどうしたの？今はニートの時間だよ。水曜日だから休みの会社も結構あるだろ。ヒント、有給。営業とかで暇して書き込むやつもいるし、こちゃんは会社員だけじゃないんだが。大学生の Y が通りますよ。大学生もニートと変わらないだろ。お前らだって、就活に失敗したら Y と同じニートや。今からニート気分でも味わうか？どこの路線かえよ。潰しに行ってやるから。それ犯罪ですよ。定期を不正利用してるやつに言われたくない。こういうのマジでムカつくわ。口だけ弁慶ってやつやな。は？かかってこいよ。路線まで特定して、かかってこい。どうせできないんだろ。っていうかお前がニートじゃないってどうやって証明するんだ？え、誰に言ってるの？俺？頭悪そう。ガマルジのふりじゃなくて、本物だったか。そもそもニートで暇してるからって他人の定期でガマルジのふりをしてるやつがまともなわけじゃない。マジレスするなって、相手はバカだぞ。は？こん中にまともなやつがいるのか？いないだろ。どうせ軟禁してる時点でみんな同レベル。それは否定しない。ただ一致と一緒にはされたくない。それな。だから、変わらんだろって。なんでニートしてるの？なんで丸んでないの？なんで生きてるの？なんで呼吸してるの？お前が生きてる理由と同じだよ。何歳？31歳。ワイもニッコマに通ってるけど31歳でこんなこと言い出す痛いおっさんにはなりたくない。反面教師にしろよ。後輩にディスられててくさ。後輩かどうかわからんだろ。なんでそんなに切れやすいの？カルシウム足りてる？うるせえよ、チビ。こんな感じだから、電車で避けられるんだろうな。別にガマルジのふりをしなくても気持ち悪くて避けられると思うから今度普通に電車に乗ってみてほしい。なんとなく雰囲気があるよな。普通に乗ってれば何も言われないしじっと見られることもない。まあ、ここしばらくはアホっぽいことばっかりしてるけどな。ドン引きさせるの楽しい。関わりたくない。こういうのがいるから、ニートは、フリーターは、無職はとか言われるんだよな。一致みたいになりたくなかったらとにかく働け。こんなの一部のさらに一部だろ。それが、最近増えてるから怖いんだよ。中年のニートおじさんやばい。家に引きこもっててくれよ。ニートが引きこもりばかりだと思うなよ。Y みたいなアクティブなニートもいるんだよ。アクティブなニートとか一番面倒だしうざいじゃん。それ、まだ引きこもってくれてた方がいい。定期持って出かけたこと親にはバレてないのか。バレるわけないだろ。お前らみたいなアホとは違う。なんでそうやってマウントばっかり取るんだ。煽ることしかできないバカ。かまってほしいんだよ、察し。電車で気違いしてるのも、周りの目線を集めたいんだろうな。ガキの頃の問題児と同じ。お前らにはできないもんな。できない、と、やらない、は違う。そもそもお前みたいに暇じゃないから。働いてるとそんなに偉いのか？お前らだって暇だろ。恋人もいない、家族もいない、かわいそうに。特大ブーメランで草。何こいつ、マジでキモい。寂しいんだよ、許してやれよ。これだからニートは嫌われる。最近、街を歩いてたらニートっぽいのが5人もいた。日本も末期かと思った。お前も、だろ？ワイは大学生。相手も大学生なんじゃないのか。でも確かに怪しい中高年を前より見かける気がする。そう思われるのが嫌でリモートの日は9時から17時まで外に出ないようにしてる。わかる、出かけたい時はスーツで出かけるわ。前にニートで外出はスーツってアホがいたな。でも気持ちはわからなくない。スーツっていうか、ピシッとした格好かどうかで無職ニートって思ったりするやつがいるもんな。妙に喧嘩腰で草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。親戚が来るからと家出したニートは、無事羽田空港で電源を確保。どうや。
なんで家出たの？うぜえ親戚が来てワイの部屋を無理やり開けてくるから。満喫でいいじゃん。満喫だと一泊すんのに4000円とかかかるじゃん。食費も高えし金ねえんだわ。でも空港は飯高いぞ。24時間ローソンと牛丼屋がある。毎年ワイの部屋のノブをガチャガチャして嫌がらせしてくる親戚から逃れるためにワイは3日間家出する。でも金もないから羽田空港に来た。所持金は3000円プラス追加1000円。ワイもパチ屋に避難した。これ繰り返していたこと12年ぐらい話してない。羽田空港って泊まるとこあるんけ？ビジホ？ベンチ泊屋で。空港かて夜は閉まるやろ。羽田は24時間空いてたはず。国際空港は24時間やで。若いうちにこういうアホなことやりたかったな。羽田泊まれんのか。やってみるわ。羽田は24時間じゃない。深夜便が終われば追い出される。朝待ちあるから追い出さんて。ずっと空港いたらストレス半端なさそう。実際空港で泊まること可能なん？余裕とは言えんけどできるっちゃできる。ターミナルってアメリカの映画あるけどあんな感じで住めるで。仕事はできんやろうけど。早く家に帰らないと部屋の中を親と親戚にあさられるぞ。別にワイの部屋は PC とベッドしかないし勝手にしろって感じだわ。羽田ってホームレスおらんよな。怪しいやつは捕まえとるんちゃうか？入るのに電車いるから小汚いやつがいないだけで。一気にないなレスはおるやろ。歩いていくには遠いしな。最近は蒲田のバスロータリー付近におるわ。実は羽田空港もやろうと思えば徒歩で入れる。そりゃ入れるだろうが、そういう建物には見た目からわかるホームレスは来ない。一致みたいな若年ホームレスはわからないだけでいるだろうよ。でも寝れないなら冬の夜しのぐぐらいでしか来なさそう。空港なんか幸せな人ばっかり来るから余計悲しくなりそう。無料 Wi-Fi って動画とか見ても大丈夫なん？親戚が来るといつも何も言わずに消えてる。5ちゃんにも書き込めるし YouTube はクツクツだけど見れる。大丈夫だけど重くて見れるレベルじゃないのでは？まあこれも人生経験やな。正直楽しそう。トムハンクスの映画みたいなだな。キャストアウェイな。羽田の2階のレストランは夜から朝おにぎり作ってるからおすすめ。ちなそこの近くの座席で寝るのもおすすめ。ちな経験者。今日一泊して明日一泊して帰ろうと思うんだが大丈夫やろか。連泊はおすすめしないが、1200円でお風呂も入るならいいんでないか。あったかいし。1030円でシャワーとコーヒー飲めるとこは下見してきた。明日浴びてくる。よかおめ。ちな警備員に目をつけられたらめんどくさいから注意な。ちな経験者。寝るとき貴重品どうするの？肌身離さずでいいだろ。まあ言うて4000円だし。実際空港は良い選択したと思うで。寒くない、24時間空いてる、電源と無料 Wi-Fi ある、コンビニ飲食店ある、警備もある。関空で何泊かしたことあるけど快適やった。飛行機が止まった時とか電車止まった時とか、事情があって止まってるやつもたまにいるもんな。空港は盲点だった。親戚来るたびに逃げるの疲れない？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。高卒ニートでもうじき2年経つんやけど、時の流れが早すぎて困る。まだ若いやん。どうとでもなる。ならないぞ。なんとでもなるやろ。俺らの年で大学辞めるやつとかだっておるんやで。そいつらがまともな人生歩めてるか？まともってなんや？普通にどこでも就職できて生活できたらまともにはならないんか？結婚して子供がいて、みたいな誰もが平凡だと思う人生や。実際のところは結婚もできずに低賃金でただ生きてるだけになるんやろなって最近感じてる。大丈夫や。20歳なら適当に地元の工場でも何でも就職するか専門でも行けや。地元に工場もなければ専門ももう遅いんを。どうとでもならなかったぞ。まあそらそうやろな。大学行けよ。楽な大学ならニート同然の生活できるぞ。勉強大嫌いなので興味ないです。ワイもニート初心者やがかつての同期とかとだんだん話し合わなくなるよな。自分の成長が止まったんだと痛感するわ。ニートはやっぱりそれ感じるよな。精神年齢は中学生くらいから進歩してないわ。ニートのやつって友達にもニートって知られてるんけ？小学生の時から場面感目症だったから学校で友人がいたことがない。なんやそれ。家庭内では会話はできるが学校など公的な場では不安感から全く言葉を発せなくなるんや。やばすぎやろ。治らないんか？小学校卒業と同時に遠い私立に通うことにしたら治ったが今度はパニック症まるで遠出できなくなった。闇深すぎやわ。余裕やろ。高卒ですぐ仕事辞めてフリーターなって数年ニートやって今は正社員で働いてるわいみたいなやつもおるんやし。何してるんや？田舎の工場やで。36で年収400くらいやけど週休2日で残業もほぼなしや。田舎なら結構金持ってる部類やろそれ。どやろ？あんま友達おらんから他の人の年収とかわからんねん。結構貯めてるんとちゃいますの？ニート期間があったからそんなに貯まってないで。目標は年120万の貯金目指してる。2年もニート続くのなら才能あるよ。
もう普通のレールには戻れない。なんやその先輩ニートからの言葉みたいやな。自分でもニートが一番才能あると思うわ。ニートでいることに苦痛とかないし。ニートで何してるんだ？普通の人が仕事や学業しとるときに何もしてへんから時間以外何もないやろ。ゲームとかネットサーフィンとか筋トレとかやりたいことやってたら時間足りないわ。つまり仕事や学校に通いながら欲求を満たすことは不可能や。まず2年もニートやって親に追い出されない時点で環境に恵まれてる。それに加えて楽しめてるなら才能もある。ずっと続けていけるよ。年取ってから？それは知らん。親はうつの引きこもりやと思ってくれてるで。外も出ないん？深夜にコンビニ程度。コンビニであだ名ついてそう。同じマンションの人バイトしとるから間違いなくあだ名つけられてるわ。大学受験で全然勉強しなくて国立落ちて浪人しても成績上がんねえなって察して部屋でずっとゲームしてたらこうなった。よく聞くパターンか。高卒ニートってわけわからんわな。普通どんなアホでも一旦は進学するか就職するかくらいはするもんちゃうの？そこがエリートニートの実力よ。高校卒業するときに親とか教師に何も言われんかったんか？先生には決まったら電話するって言ったっきりやな。こういうのよくまだ若いから大丈夫とか言われるけど本人にやる気なきゃ20だろうが40だろうが同じなんだよね。実際ニートって社会復帰できるんか？新卒以外まともなところで雇われないならずっとニートのままやろ。新卒でもまともなところで働けるのは一握りやで。ニートでも若けりゃ働けるみたいや。今からならまだなんとでもなりそう。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。親戚、ニート息子を叩き出せ、働かせろ、おば、でもかわいそうだし、おじおばが他界したんだけど、うちの母方のおばはニートの長男を飼ってた。35年飼育したうち20年は学校も行かず働かず、自分の部屋でゲームして、大人のビデオを見て、PC を与えてからはネトゲして、何かいろいろと課金して生きてた。おばはそんな長男を口では愚痴っても一切叱らなかった。叩き出せと言われても、でもかわいそう、働かせろと言われても、無理したら長続きしないし、病気の工場にぶち込めと言っても、あの子は温室育ちだから、病気になっちゃう、とグダグダ。おじが割と稼いでいたのが災いして、ずっと飼育し続けてきた。しかしおじがある日、動脈瘤破裂で急多死。保険金は入ったものの一気に生活は苦しくなった。もちろん長男は働かない。仕方なくおばが掃除のバイトへ。長男はおばが疲れて帰ってきても、飯まだ、使えないといつも通り。おばは体を壊して入院。悪いところが見つかり手術に。当然、長男は何もしない。おばの送迎もしないし、付き添いも、見舞いも、下着やタオルの差し入れもなし、病院に一度も行かなかった。おばは親戚には入院したと言ってない。ほら見たことかとまた子育て失敗を説教されるのが嫌だったみたいだ。おばが入院、手術したと母や俺が知ったのは、おばが退院してから半月も経ってからだった。おばは入院中、大部屋だったから、他の人たちにはみんな、家族が来るでしょう。私だけは最後まで一人でね。天涯孤独だって嘘をついたけど、本当は息子がいるのにって何度も思ったわ。惨めだったわ。って泣いてた。でも結局、そんな目にあっても、長男に何もしなかった。そしておばは多貧だ。病多貧じゃなくて、衰弱多貧のような感じ。体が弱って食べ物を受け付けなくなって、半分はガタヒみたいな感じだったらしい。近所に住んでる別のおばがたまに様子を見に行ってたらしいんだが、その人が旅行中の出来事だった。だから、そのおばにが自分を責めて、これはこれで大変だった。で、ニートが残された。こいつが喪主のはずなのに、嫌だ、誰かやっての一点張りで動かない。別のおじの長男が葬儀の挨拶とかお寺さんへのお礼とか全部やった。バタバタとなんとか葬儀を終わらせて焼き場でお骨にしてお寺さんへのお礼とか全部代わりにやってた。バタバタとなんとか葬儀を済ませて、焼き場でお船にして、親戚一同は帰った。ニートは何か言いたげだったけど、みんな、目を合わせずに早足で帰った。家は戸建てで持ち家だし、貯金は結構あるはずだから、多分5、6年は食いつなげるはず。おじおばには悪いけど、誰も引きたがるやつなんていない。以下、ちょっとオカルトっぽいんだが、その長男に唯一教えてる俺の PC のアドレスにメールが来た。おばがまだ家の中にいるんだって。でも何をするわけでもなく、布団で寝てるだけらしい。でも布団はもう敷かれてない。長男は母親がタヒヌ間際、もうすぐタヒヌってわかったんだって。でも面倒だし、何していいかわからんし、今誰かを呼んだら自分が叱られるから。まあいいや、明日誰かに電話しよう。明日やろう明日やろうと思っていたらおばがいなくなってたらしい。で、おばがタヒヌでから親戚に電話してきてもらったら、誰も自分を叱らなくてポカーンだったらしい。で、家にいる幽霊のおばもやっぱり恨み事を言ったり、叱ったりしないらしい。ただ寝てるんだって。
った死ぬ直前のガリガリに痩せたおばがずっと寝てるだけ。メールの最後に、そっちに行っていいかってあった。俺の実家じゃなくてアパートに転がり込みたいって話。もちろん丁寧にお断りした。おばがあいつを叱らないのは甘やかしだったけど、その親戚があいつを叱らないのは叱る価値もないからなんだよ。説教したり、諭したり、そういう手間を尽くすのも無意味だと思ってた。だんだんあいつもそれが分かってきたみたいで、誰かがあいつに何かしたとか、するわけじゃないけど、今後の長男の人生は、多分何かに復讐されてるようなもんだと思う。補足。貯金があるのにおばが働いていたのは、長男ちゃんのための貯金をそっくり残しておきたいだったそうだ。そこまで尽くしても何も報われなかったおばは、化けて出るかどうかわからんけど、って何を考えてるんだろう。きっとまだ息子ちゃんのことを考えてるよ。私がいなきゃダメって。それくらい思いが強かったんだろ。でもその思いがあったからこそ、ずっとニートだと思うとなんとも。自分が他人だことに気づいていないんじゃない？その母親、時間の感覚もないんだし、いつも通りで暮らしてるのかも。叱られるうちが花とはよく言ったもんだ。学生の時は、親うぜいって思ってたけど、社会に出てからしみじみとそう思う。親以外に、利害関係とか全くなく本気で自分のことを怒ってくれる人間なんていないんだなって気づいた。友達は、いざって時は結局、自分の利益が優先だし、会社の上司は会社のことが優先。親だけだったんだよな。もういないけどさ。また怒ってくれないかな。そういうの言うなよ。でも分かってんだけどさ。帰省した時に怒られるとついつい怒鳴り返して帰りの新幹線で泣いてる。誰が良い話にしろと言った。不意打ちで草。それに比べて一致の親戚はクソだな。おばは置いておいて、おじはなんで何も対策をしなかったんだ。働いてればオッケーって思ってたんかな。まあ無関心な父親とか保護な母親の子供がニートになるっていう良い例だろ。教育存だった可能性もない。仮に無職の一致のいとこが働いて家を出て行ったとしたら、それはそれでおばは他品出たかも。なんかそれもわかる気がする。せめて化けて出てる間に今までのお礼でも言っておけよ。そうじゃないと多分お化けにすら相手にされなくなる。でもこういうのってほんとどうやって生きていけるんだろうな。生活保護も家と貯金のせいで通らない。ホームレスになったら一瞬でガタヒだろ。特にそういう話をリアルで聞いたことはないけど、ひっそりと淘汰されてるんだろうな。自宅でガタヒとかでさ、金の引き出し方ってわかるのかな。まあニートに生きる資格はないからどうなってもいいけどね。さっさと他死ねばいいと思う。めっちゃホラーだな。他死ぬ間際のおばさんが家に寝てるのも怖いけど、一致の住んでるアパートに住まわせてってのも怖い。幽霊より人の方が怖い。だって35だろ。年齢を忘れてて震えてる。もう子がいてもおかしくない年齢なんだよな。何してんだよ。あんまり書かないけど、60代までニートしててまだめっちゃ見た目が幼いニートが親戚にいる。まあそいつの場合は頭は良くて残った貯金と家でなんとかしてるみたいだけど。でも本当に、会話が60代のそれじゃない。60代のニートは無職って言うんだよ。いくらニート期間があったとしてもね。どうでもいいよ、ニートも無職も変わらん。1年くらいで働く気がないやつは同類。よく湧くよな。ニート、無職で争いたいやつ。ニートすれには大抵出てくる。まあなんでもいいけど、マジでこういうやつがいるのかって震える。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、すべての宅に間違えて商品を届けてしまったという、おバカな一致の話を紹介するよ。無能バイトはい。すべての宅に間違えた商品を届ける。今、居酒屋で働いてるんだけどさ、毎回、間違った場所に届けて怒られて泣きそう。昨日、とうとうガストの猫の方がマシって言われた。確かにロボットの方がまともに働けそうだな。ホールに出しちゃダメなやつ。キッチンに回ることはできんのか。元は、キッチンで働いてて、使えないって言われてフロア。そのフロアも、もうダメそう。ちゃんと教えてもらったのか？入ってすぐに、ほとんど教育せずに働けって場所もあるしな。一致を採用したやつの責任だろ。もうロボットになれよ。ちゃんと説明はしてもらったし、正しい場所に運んだつもりなんだよ。それでも、頼んでないんですけどって言われまくる。どうしてそうなるんだよ。もしかして個室が多い？場所が混乱するんかな？個室はまあそれなりにあるけど、カウンターとかテーブルの方が多い。昨日もミスりまくって客にも店長にも怒られたのに、今日のミスの方が多くてへこんでる。頑張りたいって気持ちは強いのにな。素直にへこんでるところは評価できる。大学生？フリーター？高卒のフリーター。今まで数年スーパーの品出しのバイトをしてたけど店が潰れた。それに昼のバイトだけじゃ生活していけないんだよ。それで今月から居酒屋に入った。なるほどな。
今までも似たようなミスが多いんか。飲食は初めてだけど、他でもそれなりにミスはしてたな。スーパーだとおばちゃんがいいよ、いいよって言ってくれてなんとかなってた。おばちゃんに好かれそうなタイプなんかな。ワイとは逆。居酒屋が合ってないんじゃないのか。居酒屋でのミスは、商品を持っていく場所を間違えるだけ？落ちそうになってた飲み物を、なんとか支えようとしてとっさに持っていたものを落としたり、かな。飲み物は落ちなかったけど、手に持ってた皿が落ちて大惨事。もしかして ADHD って言われたことない？多動かどうかは微妙だと思うけど。何でもが丸字にするなよ。でもちょっと、ミスしすぎじゃね？ミスが多すぎるなってのは自分でも自覚してる。フリーターで、学生より入れる曜日が多いから最初は店長にめちゃくちゃ歓迎されたんだよ。できるだけ長く働いてほしいって言われて嬉しかったんだけどな。もうめちゃくちゃすぎて辛い。辞めるつもりはないんか？思い切りも必要だと思うけど。居酒屋の忙しい時間帯で一致みたいなことをやられたら切れるかも。まだ1ヶ月目だしできれば辞めたくないとは思ってる。ただ最近マジでめちゃくちゃ怒られてるからそろそろ追い出されるかもな。ちょっと憎めないっていうか、正直に反省してるのは良いんだけどな。能力がないのがなんとも。そこが一番の問題だよな。やる気だけある無能が一番迷惑っていう言葉もあってだな。それ何かで聞いたことがある。まさに一致のことか。確かにやる気があるし無能な自覚がある。ミスを減らしたいけどなんかコツはないか。本当に申し訳ないんだけどさ。フロアでそういうミスをしたことがない。一度、サイゼのバイトをしてる時に入力を間違えたことはあったな。会計ミスして一桁間違っててめちゃくちゃ慌てたわいが通りますよ。まあ数回のミスなら誰でもあると思う。特に1ヶ月目ならなおさらのこと。ただ、毎日ミスはな。どの場所でもミスるってなるともう居酒屋で使いようがないじゃん。一致ほどじゃないけどワイも同じ日に2回間違えて飲み物を持って行って、これ違うんですけど、ってキレられたことがある。たまに客が間違ってる時もあるんだけどな。わかる、寄ってて団体だとそうなりがち。違うって言われた商品をしばらく持って歩いてたんだけどさ、それを頼んだ客に呼び止められてそんなうろうろした飲み物はもう飲めないから作り直して、って怒られた。その後、別のバイトに愚痴ってたっぽい。で、店長にもバレた。その客も、なんていうか嫌な感じだよな。でも、他の客に届けられて、うろうろした後の飲み物だろ？俺でも嫌だな。前にしゃぶしゃぶ食べ放題に行った時に別の家族に間違えて届けた肉を子供が触っててさ、それをこっちに持ってきて拒否した。ああ、それはダメ。とにかくまずは落ち着け。で、今日の夜に居酒屋に行ったらちゃんと場所を覚えるんだな。20、30に確認したら間違えなくなるんじゃないの？めちゃくちゃ混んでる時間帯だとすごく焦るんだよな。やばい、急がないと。って思うと余計にミスが増える。その気持ちはわかるけど、そういう時こそ丁寧に、やで。悪いやつじゃなさそうだし、バイト先を変えれば良さそう。だよな。1ヶ月だから、とか思わずにさっさと帰ればいいよ。品出しの方が合ってた感じはあるんだよな。ただ、昼もバイトして、夜もってなると、どうしてもな。なんかわからんけど生活費がきつい感じなのか。今まで実家暮らししてたけど、アパートに出ることになったんだよ。姉が里帰り出産して、生まれた後も、ちょいちょい実家に来るらしい。邪魔にされたのか、かわいそうに。まあ元から、出来のいい姉の方が可愛がられてたしな。バイトじゃなきゃ、ここまでじゃないけど、家でも皿割ったり、物壊したりしてた。それで、まあそろそろ一人暮らししたらって言われたけど、家賃がきつい。昼のバイトだけじゃ食えないんだよ。ちょっとかわいそう。やっぱり ADHD っぽい感じがするんだが。ADHD、ADHD ってが丸字認定をしたいやつが湧いてるな。別にええやん、本人が気にしてないんだし。気にしてるだろ？そういう意味じゃなくて、病気って思ってないならそれでいいじゃん。判定がついたってどうってわけでもないし。貴族手帳がもらえるわけじゃないもんな。ワイは一致を応援するぞ、頑張れ。サンクス、あと1ヶ月粘ってダメなら別の夜間、働ける仕事を探すわ。クッキングとか、夜やってる工場とか、何かありそうだけどな。居酒屋はほどほどにな。飲食は向いてないだけかもな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y26 歳フリーター、そろそろ現実を思い知る。もうふわふわしてられん？フリーターでも働きに出てるんなら40から50歳でも転職なんてなんとかなるで。普通はフリーターじゃ生計立てれないだけであって、今の生活でええなら別に問題なしや。30までは大丈夫やで。何を言いとんねん？ Y 君28歳は機関工で金稼ぐことにしました。まだ助かる、まだ助かる。リミットやな。30まではなんとかならんことないけどそこまで行ったら周りとの収入差スキル差で絶望するで。これ、自分に合わんて転職しまくってたらいつの間にか底辺やで。26っていうほどリミットか？正社員にしてくれメンス。そういうので意識高い系バイトを契約社員にして安月給でこき使ってるとこ知っとるわ。
本人たちは高みに立ててると思ってるんやろな。なお大学中退、もうバイト辞めて最後の就活するんや。今からでも就活始めよう。エフランの中退とか高卒にも劣るで。やめーや。高卒は18歳の若さという武器あるもんな。なんじゃいおすすめの楽で無能でもできる仕事教えてくれメンス。と底辺業最初やって途中から事務に移るのが確実や。自己責任やな。人に迷惑をかけるなよ。バイトリーダーにならないか？さ。まだ間に合うからもうちょっとゆっくりしていいぞ。35からが本番だ。年下に頭下げて使われる日々が待っとるで。もう一刻も早く自立したい。機関高校や。年収400万で家賃光熱費無料やぞ。人生立て直す金も貯めれる。警察か自衛隊にチャレンジや。やめーや。自衛隊も下の方は50前半で定年やしな。フリーターでも同じところで長くやってたら評価されるやろ。 Y30 やけど全く社員なる気ないわ。めんどくさいし。40あたりで絶望してそのうち政治叩きに没頭してそう。人生ってなんなんやろな。ただ生まれただけや。だから悔いのないように生きるんや。バイトリーダーから正社員目指せ。それは無理や。ええんちゃう？そんな感じでなんやかんや50とか60まで生きてる人はいるし。それが嫌やねん。まともになりたい。そういう人羨ましい。俺は生きる方法わからんから足し抜けど。 Y38 やけど思い知ってないわ。日本語さえ喋れたら OK で休みも多い。手取り30のプラスチック加工の見学に行ったら海賊の住処やったことあったで。クソ怖かった。どういうことやねん。だんだんバイト先でも浮き出すよな。大学生と話し合わないし。まあ思い切って何か挑戦すればええんちゃうの。最悪フリーターに戻れるやろうし。パチと夜の店と車の話ができたら底辺職では大体仲良くなれるで。仲良くしようや。大卒ならその年齢でも引く手あまたや。大学1年で辞めたんだよな。29歳職歴なしだけどキャリアアップ可能な仕事はまだあるみたいやで。バイトなんかしてないでさっさと就職しろ。とりあえずハロは通うんや。とりあえずあと3年遊ぼうや。なんで大学中退したんや。講義とかレポートとかやる気が出なかったからやで。クソくだらんから。どうせ今から正社員目指したって人並みにはなれんのやからかけようや。 FX とか株とか。バイトふわふわしてたとしても社会保険とか入ってないなら一つのとこ5年やってましたで通るで。大学辞めた理由も自分のしたいのは接客だって気づけたからみたいな話をエピソードつけて話せば、似たようなとこの正社員なら引っかかるやろ。いやなんとか明細みたいなの要求されるやろ。 Y33 フリーター、まだいけるやろ。お前は罪や。 Y 大学中退ニート、まだまだ余裕。 Y1 と同世代で大学1年で辞めとるけどなんとかなっとるわ。センター申し込んだ22歳フリーターや。勉強って疲れるな。希望に溢れててええな。ええな。Y も2年くらい働いたら大学行くわ。小丸年金まで頑張れ。2級もらってるけど親にピンハネされてるんを。正社員になるってだけならみんな大好き。介護がいつでも待ってるし。一番ええ時代を寝て過ごしてしまったんやな。老化始まってから気づくことやろけど。発達小丸やと10代でこれといったもの見つけなつむ。野球やってないホークスオーバーを想像してみ。って話。発達小丸と知能は関係ないんじゃなかったか。大場のヤバ相関は知能によるところが大きいやろ。現実知ってまずなんじゃいなのか。一度レール外れたらマジで根性見せな。這い上がるってのはそういうことやぞ。まともに働いたことあるんか。自治体の就労支援の窓口行って相談するとええで。ハロは言ったで。パートのおばさんにひそひそ話で安楽たししたらどうだとか遠回しにたしねと言われたわ。ワイはフリーターすら無理そう。バックレてでもやめろ。パートのおばはんは縮小率高いからしゃあない。フリーターなんかやってても職歴にならん。イコール無職と変わらんってことだからすぐ正社員としての就活に切り替えたわ。でそこで得た経験を元にしてホワイトに転職。フリーターが逆転するにはこれが無難。学歴がそれなりにあったんやろ。学がないと職務経歴と資格欄とお試し期間で証明するしかないねん。生ポジャいかんのか。営業なら人足らん。試測採用多いぞ。ずっと同じとこでフリーターしてや社員ならないかって声かかるもんなんじゃないの。そういうバイトしてこんかった。クソインキャのバイトばっかやからな。正直職歴ごまかしてもバレんけどな。これワイもニートやってたりした期間あるけど学生時代から同じとこでバイトしてましたで通ったし。どかた？警備、清掃、飲食、運送、工場、介護、いつでも待ってるで。警備ってそんなきつないやろ。ワイニート24、頭が痛い。給料低い代わりにクソ楽な仕事やでってのが世の中にほとんどないのが恐ろしいわ。そしてほとんど給料低いしクソきつい仕事やでだらけ。言うて慣れで克服できるとこでもあるわ。やり方さえ身についたらうまい仕事とかそこそこあるやろ。スマホ修理面白いで。ワイと一緒に介護やらんか。ニートって暇やない。ワイもニートしてたけど暇やったわ。というか無理なことなんかないやろ。
介護とかあるやん。金が時間がなんて言ってると働けんぞ。介護とはいやわガチの最後やろ。親たひんだら生ポでええかなってなる。欲しいものないし。警備って頭使うんか？ワイでもできる？フリーターだと社会人に必要とされる能力身につかんで、収入格差よりスキル格差が開くことを危惧した方がいい。なんか ID 変わったわ。今からでも遅くないで。通信制で大学行き直せ。学費安いぞ。通信制とか絶対終わるわ。海上保安庁が新しく幹部候補生の募集始めるで。大卒なら OK や。小売とかサービスとか介護とか人すりつぶす以外に脳はないと思っとるわ。20代ならセーフ。ずっとフリーターがええねんけど。Y29 歳契約社員、まだ焦ることはない。焦っても手遅れやからな。Y33 歳、無事無職に返り咲く。Y は未だに病んでるぞ。ニートになると時の流れの速さにビビる。一日終わるのくっそ早かった思い出。昼寝して起きたら夜とかな。わーはむしろ遅くてビビったけどな。何もすることなくてビビった。これこそわかるわ。Y くんの経歴自分語りしていいか？大卒、就活失敗、フリーター、海外放浪、非観光、ワーホリ、ニート。語学教師でも目指そうかな。海外放浪ってなんやかっこええな。行動力ありそうやしいろいろできそうやな。バイタリティあるやん。正直尊敬するわ。バイトで飛び補助やってたんやガド語って意外とパチンコの話題わからなくてあれって困惑した。家族とソシャゲだけ。無職やフリーターが何を言おうと企業はまともに取り扱ってくれんから。正社員としての経歴を盾にして前向きなことを述べていくしかない。底辺配信者見てると30超えたらズルズル終わっていくな。大抵生子もらえてて羨ましい。結局自立もしてなくておっやに甘えてるだけのカッコつかんパターンほんま多い。バイトを正社員でやってたことにしても全然バレなかったわ。結婚とか気にしなかったら余裕やろ。一回り年下が社会人さん。4年目で転職もしててビビる。Y が同じ年の頃なんてプリキュアとか言ってた記憶しかない。なんで社会人がプリキュア見とんねん。一人暮らししたいんや。そのためにならフルタイムも我慢できる。20歳大学中退ニート Y、震える。心の底では安心しとるのが透けて見えてるぞ。その隙で他ひぬんやぞ。掃除屋は半年やれば作業を覚えられるし、現場任されるようになれば自分のペースでできるぞ。経験積めば30超えても就職できるし、人脈作れば独立もできる。施設警備とかほんまに忙しいことあるんか？楽すぎるとは言わんけどモニター監視や巡回がメインの仕事でそんな辛くなる要素あるんか？うまいとこは楽したいフル株がやるんや。新入りは防寒着て外回りとかめんどいとこや。一致は実家暮らしなん？せやでこ同時や。一年半もニートやってるからもう諦めたんを。お化け怖いから警備員やだ。俺、正社員になる。公務員試験受けるのは？25フリーター Y は今ハロワ向かってるで。お前も来い。Y はハロワに今日行ったし明日も行くぞ。フリーターいうから状況でもして自由やけど貧しい暮らしみたいなんを勝手にイメージしとったわ。子供部屋かよ好きにせえ。働くこと考えるだけで緊張して体がだるくなるのほんま草生える。ニートだけど、バイトすらしたくない。わかるわかる。Y は働くために生まれてきてないわ。小道寺なら、ゆっくり探せばいいんじゃないのか。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y 店長、バイトたちにクソほど怒られる。Y 何回ミスすんだよ。バイト A そんなんだからみんなやめてくんすよ。Y 休憩入って、バイト B なんで2分前に言うんだよ。今さら入れるわけねえだろ。キッチンのやつら、やめたい。全員クビにするんやで。クビにしたら回らなくなっちゃう。かわいそう。さ。一番信頼してる入って半年の大学生も最近塩対応だし、怒った時露骨に不機嫌になるし孤立しそう。それはみんなにめちゃくちゃ嫌われてるな。店から出ると仕事上がりのパートかバイトっぽいおばちゃんたちが店長の悪口ずっと言ってるのをよく見かけるわ。つか怒ってるわけちゃうねん。ミス指摘してるだけなのに。どんな感じで指摘してるん？あのさ、ここはこうしろって何回も言ってるよね。って感じ。それか丸腹なんやでもう。シフト出さなくなったらどうするん？普通に締め切り通りに出してこないよみんな。だから一人一人 LINE したりしてる。ただ上記の大学生半年はシフト希望が履修決まんないと出せないので待ってくださいって言われたのに勝手に組んじゃった。なんで勝手に組んだの？確実に入れる日だけ先に教えてもらって後から追加じゃダメだったん。勝手に組んだら自分も困るやろ。なんで2分前に言うねん。Y 一人で回してて大変だったんだもん。何の店だよ。フレンチレストラン。すでに一気飛び越してエリアマネージャーに苦情言っとるで。2分前ってことは休憩時間決まっとるんやろ。 B は休憩までの時間管理できてない無能やんけ。せやで。なんなら使用時間に紙に休憩時間書いて渡してる。 B だがマルジやん。新しいやつ追加して B を契約解除しろよ。
フル株だから新人入れて鍛えるよりまだマシってのはある。ならそいつのシフト減らしつつ新人育てるしかないんちゃう。すでに週1に減らしてるけど新人教える余裕がない。今月で3人も辞めちゃったし。ヘルプ呼べよ。呼んでるけど他店舗も人足んなくてきつい。じゃあお前が残業してでも新人教えて使えるようにするしかないんちゃうか。すまんけど休憩室は基本店長の悪口言っとる。休憩室ってかクローズ後にホールでみんなが悪口言ってんの聞こえてるし。上司や社員が下っ端から嫌われるのは普通やろ。なんでそこ気にするのかわからん。あと店長って舐められたら終わりだからな。バイトごときにマウント取られててくさ。わい、元店長やが2分前に休憩指示とかありえなさすぎるで。オペレーション能力低すぎやし、そもそも忙しい部分、バイト使って常に指示出せるポジションしようや。ミス指摘して決められるって大抵自分も失敗してるけど棚に上げとるやつや。無能で舐められすぎてる。反抗的なやつは全員クビにすればいいじゃん。立場が上になれば嫌われてなんぼやろ。下手に出てもつけ上がるだけやぞ。気弱なお人よしかと思ったら普通にパマルハラまがいの指導して負けじと対抗されとるだけやん。さっさとやめたら？向いてないよ。どんな稼働計画立てとんねや。ID 変わったけどイッチや。周りのバイトとか社員にバイトリーダーって呼ばれてるの知った時は家帰った後泣いちゃった。Y 〇〇宅番のメインディッシュそろそろできる？キッチン社員派？ Y 結構前に指示出したよね。社員されてないっすけど？料理長されてないよ。客まだですか？ホールバイトなんで俺が客に怒られなきゃあかんのですか？バイトどころか、社員もこれ。それ全員で結託して丸められとるで。単純に伝達ミスやろ。これどういう立ち位置なの？料理長が責任取るんちゃうんか？バイトに何回ミスすんだよって言われてるのかと思った。慕われて頼られるのが理想。バカにされたり無能扱いだけならまだマシ。嫌われたり怖がられたりは最悪や。バイトは結束させたらいかん。まあ何もかもうまくいってる現場なんかないやろ。あと基本クローズ後にみんなで帰って Y がコンビニで酒をおごるっていうのが恒例だったんだけど、最近みんなそそくさと帰って Y は一人で帰ってる。だるかったんやろな。チェーンとかやと10年前よりバイトの業務増やしてるから結託されやすくなってるのはある。店長もバイトにするのが賢い戦略かもしれん。時給いくら？ 1400 くらい。高いやん。それなのに舐められるのか。無能管理職って上司は部下に嫌われてなんぼ震え声ってよく言うよな。先導して文句言ってくる奴は裏でも仲間と嫌味を共有したがるから結束は固いで。ワイだってみんなと帰ってワイワイしたいよ。なんで誰もいないコンビニの前で一人でお疲れ様って言いながらハイボール開けなきゃいけないんや。フレンチレストランってランチ営業と夜営業分かれてるイメージやけど、休憩なんかあるもんなん。言うてバイトだけやなくて他の社員にも嫌われとる時点でクソ無能やろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、マッマが野菜を食べさせることにイライラしているという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは43歳。マッマが野菜食べろとか言ってきてムカつくんやが、最近マッマが、野菜を食べろ食べろって言ってきて腹が立つ。もう43やぞ。小学生でもないのになんで野菜が野菜がって言ってくるんだよ。野菜くらい食べればいいだろ、解散。食べられる野菜もいいけどさ。嫌いな野菜も、そりゃあるだろ。何でもかんでも食べろって、どうなってんだよ。そのままだろ、食べろよ。ていうかニートだろ。自分で稼いだわけでもないし、自分で作ったわけでもない。なんで食わないの？こういうがマルジは捨てればいいと思う。急に言われるようになったのか。急は、まあ急だな。言われ始めたのは数週間くらい前から、たまたまその日、やたら野菜が多くてさ、は？野菜多くね？って言ったら全部食べるように言われた。それ以降、ちょっと野菜を残すだけで全部食べろって言われるんだよ。残党。何が問題なの？食べればいいだけだろ。確かにガキの頃は野菜を食べるのは苦手だったけど大人になってからは普通に食ってるな。ピーマンが好きなワイに謝れ。ピーマンに肉を詰めて食うやつが好き。ワイはベーコンと炒めて食べてるわ。ちょっと苦いのが、いいんだよな。苦味とかいらないだろ。ピーマンもだし、炒めすぎて柔らかくなったキャベツも気持ち悪い。こっちが食べないでいたら向こうもムキになってさ、いつもより大量に皿に入れられて、ムカついて床にこっそり捨てたら見つかって怒られた。子供みたいなことしてんじゃねえぞ。食べ物を粗末にするなよ。床にたまたま落ちただけやって言ったんだけどさ、あんたは子供の頃から、床に落としたり、机の隅に隠したりしてるでしょって言われた。子供の時は、あんまり見つからなかったのにな。それは子供の頃も知ってたけど、あえて怒らなかっただけだろ。43歳でこれって、マジで気持ち悪い。もしかして発達系の何か？発達？違うが。発症だと味に敏感だったりで食べれないものがあるやつもいるらしいな。発症じゃないなら、ただのバカ。それさ。
残しても出て行けって言われないの？最初は母親だけが食べろってうるさかったんだけどさ、そのうち父親まで食べるまで座ってろとか机のを拾って食べろって言い始めてイライラしてる。追い出されたわけでもないし、ただ残さずに食えって言われてるだけで何が問題なんだよ。落としたものまで食わせることはないだろ。落としたものっていうか、イッチがこいで落とした飯だろ。昔の給食みたいに食べるまでずっと残されればいいよ。で、イッチは何の野菜なら食べれるの？煮込んである玉ねぎと、ネギ、それからミニトマトくらい。少なくて草。じゃあピーマンとキャベツ以外にもいろいろ無理ってこと？人参は？人参は小さくなってて煮込んであれば食える。大きいと空気にならないのに、最近は嫌がらせのように親と同じサイズで出てくる。人参が食べれないやつとは友達にはなれそうにないわ。食べれないものが多すぎるだろ。グリーンピースとかじゃないのか？グリーンピースはそこまで食事に出てこない。あ、コーンは食べれるな。レタスは？レタスは食べれるけどドレッシング次第。あとブロッコリーは無理。本当に43歳？ニートって見た目や精神面が子供っぽいけど下もお子ちゃまかよ。ちなみに好きな食べ物は？ハンバーグとオムライスとカレーと唐揚げ、あとはピザとかファーストフード系。Y の小学生の息子と好きなものが全部一緒で吹いた。ま、息子はサラダは食うけどな。お前、小学生からやり直せよ。一番嫌いな野菜は？ピーマンと、しなびたキャベツ。こうおつつけがたいな。イッチの顔を押さえつけて固定した状態でピーマンとよく炒めたキャベツを突っ込みたい。わかる、野菜ばっかり食べさせてやりたいよな。もし野菜しか提供されなくても野菜を食べずにいられるのか？野菜しか食えないならスナック菓子を食ってる方がマシ。マジで野菜とかいらないだろ。ちな野菜ジュースも嫌い。ここまで反抗的でも追い出されないってすごいな。まあそうやって甘やかされてきたからニートになったってのもあるかもな。それなら今更食べさせることなくね。マジでイライラする。農家だから、こういうやつは嫌い。白菜とかもダメなんかな。鍋に入れるとめっちゃうまいのに。白菜もだけど鍋自体が嫌いで食べない。これでも発達じゃないって言い張るのかよ。仮に会社に行ってても、ここまで偏食だと飲み会も行けなさそう。会社に入ったことがないから知らんけど、居酒屋で野菜を食うのか？枝豆とかは食うだろ。枝豆もあんまり食いたくないな。豆類は好きじゃない。まあ一致が採用されることもないだろうし別にいいか。さすがに、いつか追い出されるだろ。急に野菜を食べれるようにしようって親が思ったのは、もしかしてどこかに入所させるためじゃね。その可能性もあるな。とにかく作ってもらったものを美味しく食べれない奴は滅びろ。せっかくなんだし、食えばいいのに。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。家出中ニートの Y、やばい金が尽きる。誰か助けて。働け。生活保護課に行け。都内。こん。残念ながら男や。ちな京都。男でもええぞ Y のうち来るか？ニートのくせに生意気。ちな昨日から咳、鼻水、くしゃみ、頭痛が止まない模様。止めるのは嫌やが、飯くらいおごったろか？来世チャンス到来。ホームレス支援団体行ってそのまま生ポ。帰るかシェルター行け。生活保護あるで。一致どこにおるんや。親在命で生活保護受けられるんか？ビットコで70万くらい増えたからしばらく持つわ。携帯があるなら今から南 J の誰かに飯だけおごってもらって、そこから再起して入社して両親に恩返しするところまで動画で撮って、ドキュメンタリー作って YouTube にアップすれば広告収入がっぽりやで。とりあえず女の子捕まえて紐になればええよ。家戻れよ。家戻ったら働けって言われるん。働くのが嫌で家出したんを。こういうイッチのような感染者がばらまくんやろな。京都壊滅やろ。今呼んでばらまいてるわ。どこの呼んや？福知山やったら芝生？親孝行やな。ツイッターの怪しい裏バイトでもしろ。京都ならそれこそ京丸等関連で生活保護受給できるやろ。こういう時こそ権力に頼れ。ニートの分際で家出た時点で終わりやろ。わい京都市やけどイッチな肉や？54や。ダイヤモンドしてな。かなあ遠いで。クレープおごったるわ。かなあと遠いんをね。自転車撤去されてもうたから長距離移動できひん。夜寝られるところだけは確保しとけよ。最悪日が昇るまで歩き続けることになるで。コインランドリーとかで夜過ごしてるわ。市役所行ってホームレスなんですけど保護してくださいって言えばシェルター連れて行ってもらえるぞ。ちな市役所は多分火曜から明日祝日だから。3月、咳が止まらないんをね。もう家に戻るしかなさそうだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。家出したニートだけどお家帰りたい。ママ、パパ、社会は辛いよ。のたれたしんどけ。たしみたい。スレもネカフェに来ないと建てられないし。家売ったの？ネカフェが俺とお前らを繋ぐただ一つのゲートタワーモール。今日明日ならアパジカの方がいいだろ。アパジカって何？そりゃ在宅小敷が家出したら単なる小敷だろうな。役所行っても家帰りなさいって言われるだけだから早く帰れよバカが。ネカフェ出た。このスレが落ちたらまた俺は孤独になる。今は孤独でないとでも？お金は？6月まではアパアプリから予約で2500円。
金ねえやつは俺んとこ来い。俺もないけど心配すんな。生活保護にならない雑魚。見ろよ青い空。白い雲。土下座して帰って就活始めるのがベストな選択だぞ。でも就職したくないよね。じゃあバイトでもすればいい。そのうち就職したくなるだろ。家出っていうかそのままバイトに就くしかない。勇気を持って踏み出そう。もう自立する年齢だぞ。そのうちなんとかなるだろう。安心しろ。落とさせない。働きたくないです。悲しいな。普通にすぐスレが起きてて草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。Y ニートの家出計画を一緒に練ってくれんか。日曜日に家出結婚する。理由は親との価値観の違い。予算は現金数千円しかないんを。寝カフェで一泊二日ってとこやな。楽しむんやで。嫌がちで永遠に出るから。すぐ出ろ無能。今は時期が悪い。一日ごとに若さは減ってるぞ。そんなこと言われても結構日曜日は帰られん。親は嬉しいだろな。一人でできんならやるな。お前がこれから踏み込む世界はそういうところや。いろんな意見を聞くことは大事や。親を家出させればよくない。これは賢治移民。それとなく伝えたらマッマが私が出ていけばよいのね。あんたはそうしてほしいのね。みたいな感じで減らってきて心底うざかったから Y が出ていく。ほんならまずはバイト先につけろや。住所ないと雇ってもくれんぞ。住み込みの新聞配達かどかたやろな。その辺はハロワ職員に任せるつもり。月曜日に尋ねる。住所ないとハロワも雇ってくれんぞ。一致何歳なんや。22だけど。ハロワは何もしてくれなさそう。職務放棄やろそれ。でもハロワに断られたら生ポ取りに行くからええわ。持ち物をマジで聞きたい。リュックサックとキャリーバッグ一つずつ持つつもり。何か持ってけってものある。それで十分や。身分証明書と印鑑とスマホは必須やぞ。住み込みでバイト探せよとしか言えんな。ちなみに学歴は。高校中退。中卒って言うんやで。それは悪いこと言わないからやめた方がいい。親のすねかじり続けるのが賢明。いやもう限界や。手取り17万の Y が来たで。昨日も立て取ったやろ。Y が生子の道を伝授してやるで。教えてください。まずはいきなり市役所やなく福祉系のところに相談や。一致はどこ住みや。福祉系ってなんや。東京や。いっぱいありすぎてあれやから自分で NPO 引きこもり支援こんな感じで検索や。東京なら住み込み結構ありそうやない。ホームレスから逆転は 100% ないから住み込み探した方がええよ。住み込みな。やっぱこれが目標よな。ナマポは親が一致を養う気があるならもらえないで。いや、なさそうやで。じゃあナマポを受けようとすると間違いなく親に養ってあげてくださいって連絡行くから断ってもらえばもらえるかもしれんで。実家暮らしってナマポ受けれるの。親に追い出されたとかじゃないと無理やな。逆に言えば追い出されたって言えば通るんか。先にハロワ登録しとけよ。住所ないとハロワの登録もできないぞ。え、もしかして住所って思ってたより重要だったんか。一番重要やろ。当たり前やろ。住所不定無職は何の信用もないで。人の信用の基本みたいなもんやぞ。家の有無は。すまん計画練り直すわ。まだちょっと考えが甘かったみたいや。えらい。ちょっと憎さ。気にすんな。どうせ人生ハードモードだから気楽にいかんともたんぜ。ちょっとってところに自分への甘さがあるわ。確かに住所がないと困るからな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。22歳ニートだけど人生に行き詰まってる。辛い。まあなんだ、なんとかなるさ。一致頑張れ。まだ若いじゃん。若いけど何もしなきゃ同じよ。専門でもいいから行け。大学行きたいわ。嘘だ。嘘じゃない。30で途方に暮れている俺と変わってくれ。虚しくなるからやめようぜ。働けくつ。何をすべきかがわからない。奨学金は。学力がない。そして学力を蓄える間生活を維持する金と入学金と前期の授業料くらいはないときついな。まだ22なら余裕。問題は年齢じゃなくて何をすべきかわからないことだ。行きたいなら行こうよ。そのためには早い話が金を稼がねばならない。借金はおいくら万。100万ちょいかな。どんなやつでも若さを武器に頑張れるときってのは今しかない。今必死に頑張っておかないとその若さすらなくなって完全に積む。まあ22の現状が積んでるとか思ってるようじゃ人生長くはないかもな。どうにかしたいんだけどどうしていいかわからない。目標もないのにどう頑張れというのだ。ニートになった経緯は。浪人して挫折。まだ大丈夫。いやこの状態は18歳でもやばい。ギャンブルで借金。ギャンブルやらない。借金は親のな。まあ親の借金は俺の生活レベルにも直結するから返したいとは思ってるが。俺は25歳ニートだ。20歳で会社辞めてニート生活スタートして数年は一人暮らし続けてたけど、貯金が底をつきやむなく実家に。それから現在まで昼過ぎに起きて冷蔵庫の飯食ってゲームして夕食食ってゲームして朝方寝る。それの繰り返し。まあ生きることにそんなに真剣にならなくてもいいと最近思えてきた。なんとかなる。ならなかったら足しねばいい。それだけ。
なんとかしたい。だから術を知りたい。仕事がなくて辛いのか、夢や目標がないまま堕落して生きてきた現実が辛いのか、何なんだ。どちらかといえば後者だな。やりたいことはある。でもそれは仕事にならないから、どうやって食っていけばいいかわからん。目標がないんだな。レールから降りちゃったからだせいで就職なんてのもできんしな。偏差値低い学校行って今22で大学行きたいってやつもいる。親の手伝いしながらちまちま生きてるっぽいが。なんという俺。親の手伝いはろくにしないけど。大学行けよ。人生変わるかもよ。高卒認定なんて通信教育でもできるんだし、そっから猛勉強して早稲田でも行け。それはそうなんだが、その先に将来どうするのか迷ってるんだよね。とりあえず働くにしても将来のことを考えて仕事を選ぶべきだと思うし、そこで迷ってる。大学入る前に何になりたいか決まってるやつなんてまれ。大学に自分は何をしたいのか探しに来てるやつもまれ。大学に遊びたくて入ってるやつ多数。だからそんな気張らずに何をしたいか探すために大学入ってみろ。それだけで十分すごいし、無駄にはならんさ。俺は大学入る前にやりたいこと探すって目標だけ立てて入ったぞ。ヒント、もう22歳。ヒントありがとう。大学に関してはそれでいいと思うんだけど、資金を貯めるための就職がね、適当につける職についちまえば良いんかな。将来を考えてそれでいいんかなと思ってな。それが悩みの種である。21歳ニートだけどリゾートバイト始める。あかんだろそれ。介護なら万年人手不足だから就職なんてすぐだぞ。介護は申し訳ないけどやりたくないわ。障害安泰がいいなら看護師にでもなれば。それもちょっと。思い切って芸人とか俳優になるとかは。学歴も経験も職歴も関係ないぞ。ねえよ。でもやけになったら顔と名前を売り出すかもしれない。お前はまだマシだろ。俺なんて大学中退ニートだぞ。おう、金の無駄。22ニート、借金、一緒だ。全然楽勝。挽回できるから、さっさと働け。そのためにもまず将来のプランをだな。どういうことだ。なんとかしようと思いながら時がどんどん過ぎる。これ、目標が与えられれば救われるんだがな。リアルなのはとりあえずバイトでいいんじゃね。せやな、ハロワで相談かな。今週も家から出なかった。来年からバイト探すか。でも引きこもるのは来た。引きこもりに飽きるのって意外と早いよな。それをこの先何十年も続けてくってやばいよな。その怖さをちょっと知ってる俺はきっと頑張れるような気がする。とりあえず介護は空いてると思う。やりたくないが、まあそれしかないなら覚悟は決める。大学行くか就活するかの二択しかねえだろ。好きな方選べ。大学行くために働くつもり。問題は何の職に就くべきかなってことなんや。将来のことを考えて何が良いのかなと。大丈夫だよ。俺も先月アレルギーで無職になっちゃって、もう飲食は続けれないが、何が何でも違うことで働きたいと思ってる。なんだろう、全然大丈夫な気がしない。具体的に何をやるかってのが決まってないんを。車の免許持っとるの？ないならまずは車の免許だな。ないわ。そのためも金を稼がなきゃあかん。結構まとまった額いるだろうし、結構長引くと思うからさ。かといって無理する気はないしって感じ。具体的に何をするか決まってない。これに当てつけて来年も同じこと言ってそうだね。そこから出したい。とりあえず経歴とやりたいこと、興味のあることをかけよ。浪人して挫折まともな大学生活ってのを体験したい。それから金が儲かりそうなことを実行するための知識をつけ実行したい。本当に今まで何もなかった分いろいろ経験して。ちょっと興味あるのは学校での仕事とか学生の相談に乗るような仕事とか、ちょっとだけ興味がある。でも悩み相談ならボランティアでも済んじゃうし、今寂しいだけだろと言われると確かにそうなんだよな。いや、正直俺も絶望しかないよ。これからどんな仕事に就こうが年下にこき使われるだろう。高卒だしね。22からなら大学行くより医療系を見てみるのもて、もしくは東北でいいなら建設業は多肥沼で安定。大学に行くってのがやりたいことなんだよね。やっぱ車の免許ないのか。とりあえずニートは車の免許取っとけ。親の借金とかよくわからんけど、親に頼めば大抵のニートは車の免許代くらい出してくれるっしょ。これでとりあえず履歴書にまともな資格1個書ける。あとは高卒なら職業訓練とかも履歴書に直近で卒業って書けるを。面接だと直近のこと聞かれるから少しマシになる。家が免許代も出せない貧乏なら家出て、職業訓練受けつつ金もらいながらバイトしつつで20で金貯めつつで、職業訓練終わったら実家戻って正社員目指しな。22歳なら選ばなきゃかなり楽に見つかる予感。やる気あんなら2年くらい勉強しながら仕事頑張りーな。入学金と1年間分くらいの大学費用は貯まるっしょ。あとは金借りて大学卒業して真っ当な正社員につけばいいと思う。俺すごいな。ニートのカウンセラーになれそう。大体その方針で良いと思うわ。その際の職業は将来のためとか考えんでいいってことかな。
そこが悩みの種なんや。何でも良いってならつける職に最速でつく方法を取る。ただそれが失敗するのが怖くてな。結論から言うと、何でもいいよ。金だけ稼ぐイメージのがいい。体験談で言うと答えが出ないし無理なことが多い。時間の無駄にはならないけど時間が過ぎる一方でダメと。あとバイトより必ず正社員狙った方が良い。どうせ底辺職なんてバイトも正社員も仕事内容変わらないし面接も変わらない。なのに履歴としては正社員の方が1000倍いいし金も稼げる。20代なら選ばなきゃ正社員余裕で見つかる。でも続けられる職選べよ。ヒョロなのに土木とか行くなよ。なぜヒョロってわかったし。ハロワで相談してみるわ。多分職業訓練ルートだと思う。サンキューガッツ。俺も22ニートだが高校中退だし職歴もないしツンデレ。30超えてからだよ。まだ君にはフリーターという道がある。フリーターはぶっちゃけ25からでも遅くない。あと3年楽しめ。でもおそらく漠然と大学行きたいと思ってるだけで。学部も決めてないし勉強もやってなさそうだよな。その手のやつはとりあえず車の免許だね。コミュ障とか精神病のやつは知らね。ゴールがないと家庭の作業が始められません。その若さで人生諦めてるあたりよっぽど精神弱いんだろ。男やったらもっと強くなれや。諦めてるというか詰まってる。受験落ち出すとメンタル持ってかれるのはよくわかる。一浪くらいまではなんとなく勉強できるけど、そこから先は何か目標とかないとしんどそう。落ちて挫折というよりはコンプレックスのために大学に行こうとしている自分が情けなくなり虚しくなって勉強が手につかなくなった。おそらくだけど大学生も大半が詰まるぽ。俺 IT 系しか知らんけど、プログラマー希望で大学4年間プログラミングしてても、90% くらいのやつが何も作れないと思うぽ。そっから5年間会社いても半数以上のやつがスキル何も上がらんと思うぽ。他の分野も同じなんじゃね?と思う。90% くらいのやつが卒業しても何もできんぽ。どうせ22歳くらいで1回つまり、30歳になっても、22歳から全然進化してないのが多数だと思うぽ。そんなものか。一生懸命何かに取り組んだことってないから想像がいまいちつかんが。大丈夫。90% くらいの人間が何かに一生懸命になんかやってない。まあ20代くらいからだんだんそれに気づき何かを磨き始めるんだと思うけど、それにすら気づいてないのが半数くらいいると思うから全然20代は間に合う。あと人材派遣会社で言われたけど磨き始めた集まりは、同じ道進もうとしてる集まりの連中は、3歩だろうが20歩進んだやつだろうが同志なんだとさ。20歩進んでるやつは3歩のやつをバカになんかしない仲間だよ。良いやつだったらいろいろ教えてくれる。20代なんてまだまだ若い。30代はなったことないからわからんだけだけど20代なんて、いくらでも失敗するがよろし。むしろ失敗したことないやつなんてクソだわ。30代でまだパチンコやってて貯金すら作れないのが山のようにいいんだろうな。頑張るわ。何かを真面目に取り組めば何らかの形になると信じたい。あとはもう社会が決めてくれ。そこで惹かれたらもう仕方ないし悔いはないわ。おとなしく介護でも生ポでもしますわ。21フリーターですが働いたところで何も変わりませんよ先輩。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、両親に突然、卒業式だと言われた、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは36歳。両親が突然卒業式をやると言い出した。今日、近所の学校で卒業式らしくて、それっぽい親子連れが多かったんだけどさ、親に呼び出されてそろそろ一致も卒業式ねって言われた。これから式が行われることになってるんやが。まあつまりは、出ていけってことだろうな。これは面白いわ。家から卒業イコール出てけ、家族から卒業イコール出てけ。どう解釈しても出てけなの笑える。全然笑えないんだが、やっぱり出ていけってなるよな。これ卒業拒否して留年ってのはダメなのか。まっま留年はかわいそうだから卒業させてあげるわね。まっま留年なら退学よ、退学か卒業、どっちか選びなさい。面白いから留年でって言ってきてほしい。親がせっせと式の準備をしてたから留年はダメ。って小声で言ってきた。返事はなかった。効果はないようだ。返事すらないのはロタ。まっま空耳かしら。なんだかハエの音が聞こえたような。マジで笑える、一致、卒業おめでとうやで。家を追い出されるってことはなんじゃいも卒業やな。本人に卒業の意思が全くないのに勝手に卒業っておかしいだろ。まっまが急に言い出したことだけど、パパも仕事から帰ったら参加するわとか言っててクソ。急に養わないなんてひどいだろ。親にブツブツ言うよりも働くとかなんか努力をしたらどうなんや。まだ卒業イコールで出ていけって決まったわけじゃないだろ。とにかく晴れの日を楽しもうぜ。他人事だと思ってるやつが多くてくさ。親は上機嫌なんだけどさ、それが逆に怖い。お祝いしなきゃとか言って、さっきからずっと飯を作ってる。まあ少なくともパッパ帰宅までは家にいられそうだよな。今のうちに、必要なものをカバンに詰めておくんだぞ。
確かに、それは大事。急に出てけって言われたら荷物を取りに戻れないからな。なんで出ていく前提なんだよ。正直、出ていきたいとは思ってないんだが。じゃあ、なんですれ立てしたんだよ。追い出されると自分でも思ったからなんだろ。卒業式なんて毎年あるのになんで今年に限ってそうなったんだろう。最近、ゴミ捨てくらいしろって外にゴミ出しに行かされてるんだけどさ、スーツ姿の親とそれっぽい感じの学生を見かけて親には、今日卒業式かなって言ったんや。自分から墓穴を掘りに行くスタイル。一種のせいで笑った。ニートしてるといろいろと親に気を使うんだよ。ちょっとくらい話題を提供しないとほとんど一日に会話がないし、まさか、こんなことになるとは思ってなかった。卒業か。別れの季節がやってきたな。じゃあ Y が、何J から卒業するイッチのために一曲歌ってやろうか。そういえばコンビニでそれっぽい曲が流れまくってたな。卒業式とか良い思い出がないわい、涙目。友人と自分、どっちもモテなくて卒業式後は一緒に遊ぶ約束だったのが、友人のところにだけ女子がボタンをもらいに来て、その後、一緒に帰って丸そうかと思った。さ、リア充やん。モテてないようで、意外とってやつがいるよな。それ多分、本人が好かれてるって気づいてなかっただけや。確かに卒業で今までいい思い出はなかったな。卒業式とかどうでもいいから家に残されてほしい。明らかにもう無理なんだよな。一度動き出したら、親を止めることはできないよ。卒業式まだ。どういう感じになるのかよくわかってない。多分、まっまと卒業式をして、その後、パッパが戻ってきたら飯だと思う。パッパが戻ってくるまでにはマッマが卒業式って言い出した理由がわかるから、パッパ帰宅までにどうにかするしかない。もう流れに身を任せようぜ。なるようにしかならん。Y は40代だけど未だに親の年金で生活してるわ。自慢になってるようで、あまり自慢になってないのくさ。40代までニートとか、ええー、なぁ。36でニート生活も終わりになりそうや。絶望しかない。卒業証書とかももらえるんかな。楽しんでこいよ。ちょっとちゃめっ気のある親で羨ましい。何も羨ましいとは思わない。ただ、子供を捨てようとしてるひどい親。親を困らせてでも帰省しようとする息子の方が問題だろ。卒業式前に出ていけば留年できるんじゃね？ねえやん。出ていくことを回避できないからボツ。良いアイデアだと思ったのにな。お前らふざけてるだろ。だって、どうせ追い出されることは確定じゃん。何J卒業まで、少しでも盛り上げてやりたいだけや。わろた。今、親に呼ばれて卒業証書を渡された。この家から卒業って書いてあってくさ。やっぱりな。正解でくさ。おめでとう、そしてさようなら。一致とは今日が初対面やが、今後も忘れないやで。一致の分も、これからも堕落生活を送ることを誓います。送る言葉、ニート代表、Y。在校生の言葉はくさ。一致とはきっとまた会えるだろうからなく代わりに草を生やしておくわ。やっぱり追い出しか。ニートを追い出すための卒業式はくさ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけどビルメンになろうと思うんやが、ニートだけどなれるかな。Y もなりたい。点検持ってる？ビルに引きこもっちゃえば。なれるが地味で給料高くないで。夜勤やって人並みや。なりたいよね。なお資格はなんもない。職場で引きこもるのは落ち着かなさそう。安月給だぞ。給料高くなくてええんや。この生活をとにかく抜け出したい。Y も探したけど盆正月休みなしやぞ。何歳？28歳です。二種電工だけ取れば余裕や。これだけはないと無理だ。盆正月休みなしとか、そこは特に問題ない。集まりとかしないし。一生独身でまったりしたいやつ向けやぞあれ。あさって面接だけど、資格ないから無理ってこと？最悪やん。まだ若いやん。いけるんじゃね？転校ないやつなんか取るわけないやろ。取るのは入った後でいいよ。ただ取らないと稼げない。いけるかな？職歴バイトしかないしな。しかもブランクがあるし、バックれてる。入った後でええんか？それとも先にないと落ちるんか？就職先によるからなんとも言えん。なんて会社？ Y もビルメンになりたいんやが。資格持ちじゃないと入社できても周りが何話してるかわかんねえし怖くて何も触れないぞ。とりあえず危険物を強んと電光二種だけでも持っとき。なんかそういう資格やらサポートしてくれる会社なんやけど。それでも無理なんか。会社名は言えないわ。とりあえず明後日の面接は捨てやな。適当にやるわ。親に出ていけって言われて働くしかない。一年で取れるでしょ。学歴は？書類通ってるんだから関係ないだろ。ちゃんとしろ。そうなん、高卒や。コミュ力ないなら無理やぞ。電気、水道、その他業者と毎日電話やら打ち合わせや。腐らんで働きながら頑張って取得しますでええやん。先輩とかと話す話題にもなるしビルメンなんてみんなそういう職歴持ってるやつおらんやろ。みんななんかダメなところあるやろうし。コミュ力要求されるぞ。コミュ力必要なんか？
それ日常電話やろ。資格なしでもなれるけど俺みたいなクソな先輩しかほぼいないのを覚悟しといてね。ろくにレクチャーしないのにできないと普通に罵倒してくるぞ。っていうか南税民ってビルメン多いんやな。若いし真面目に働く意思を見せればそう悪くは見られんと思うけどな。失敗したら資格取るところからやればいいし。ただ上に書かれてるけどコミュ力は必要かもしれん。どうせ仕事のことかギャンブルか女かアホな趣味の話とかそんなんばっかやから話せるネタあればいける。ビルメンって好きに糸がなるイメージだけど、それなのにコミュ力が必要なのか。ワイも24でビルメン受けたら500くらい落ちたけど、最終的にゼネコン系のところ受かったから一致も諦めるな。職場ガチャ。ワイはちょっと職種が違うけど、でも待機時間が多い職種やろ。そういう時にバカ話できる方が絶対馴染めるで。さっきも言ったけど資格取得受けさせてもらえるなら最初はそこも会話のネタにもなるし頑張ってみろや。ようこそビルメンへ。無能がつく職の中では最高やと思うで。ゼネコンええな。コミュ力は別にええけど面接で何話そうかな。就労意欲めちゃくちゃあるんやからまずニートではないやろ。親に出ていけって言われるまでは就労意欲なんて皆無だったぞ。勤務先病院だったら断って他受けろよ。商業施設とかなら大したことないから行け。資格か実務経験ないと無理や。完全未経験はフルタイム15万とかやで。ショッピングモールで働いてたけど、漏電とレイケースの故障さえなければなんとかなる。資格ないとクソみたいなとこしかないで。地獄を見る。最初は管理センターみたいなところに配属されるから、使用期間終わるまで配属わからんところあるで。Y は運よくオフィスに配属されたが、4点セット取得に向けて勉強中やわ。転校2種は取ったし3例の講習も行けたで。とりあえずビルメンとかいう2チャンネルの風潮。だって、誰でも儲かるやん。って前に見た。またネットの楽そうとかに騙されてる気象ニートか。ニートや、ただの。言うほど楽じゃないぞ。あと給料安いからな。同僚ガチャ次第だな。基本的には高卒の程度の低いのがいるからそんな連中と一緒に仕事することになる。Y は南税でおすすめされてビルメン選んだわ。なんか前に南税で聞いたのと違うな。やっぱ就職するの無理なんか。求人見る限りビルメンの正社員なんて派遣と大差ない気がするぞ。ボーナスなんてたかが知れてるだろうし。Y 小4ヶ月やで。派遣でもええんか。職場のクズ人間率高いし結構サービス量的な感じでコミュ力も求められるぞ。ち7年目。サービス量的なコミュ力ってなんや。大半はお客様やらオーナー様の所有してるビルの保守や管理をするわけだから、その要望に応えなきゃいけないし無理難題も押し付けられたりするし、業者とオーナーの仲介役という買い板挟みにもあったりもする。自社ビル面とかグループ物件ならそういうのなさそうでいいな。怖いんご。自社ビルはガチで楽だと思う。ビルの中みんな身内みたいなもんだろうし、やばいミスしても上が味方だからも見消せるし、逆に言えば自社ビル以外はビル内の人間全員敵だし、ビル面はオーナー様のど丸出しミスったら現場も解約や。一言アドバイス。退屈な時間が長い仕事はニートにはおすすめしない。大概はその時間は他の娯楽や勉強に充てることはできない。ただ退屈なだけ。ニートにおすすめなのは、同僚と雑談する暇もないくらい適度に忙しく、一人で黙々とできる職種。ビルメンなら暇な時は好きなだけスマホいじれるで。今25でビルメン会社入社したばっかなんやが、ビル勘とできれば電検取ったら自社ビルメン転職したいわ。試しにやったことあるけどテナント回って小補修、クレーム処理、業者と打ち合わせで基本残業だったわ。何が楽じゃ。会社と配属場所によって違うし、そや5チャンネルの意見なんて参考にしたらそうなるに決まってる。とにかく面接が憂鬱んを。確かに5チャンネルだとビル面推し多いよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方愛官官同率卒元ニート、スーパーの社員になるも人間の尊厳について考えてしまう。毎日毎日商品を出していくだけの仕事。Y は何のために大学行ったんや。周りは参勤交流とかそれ以下のバカばかり。Y の働く場所は本当にここでええんか。ニートやってたならそのくらいになるやろ。なんで新卒で就職しないの。エフランは大卒ではありません。ニートやってたツケが回ってきたんや。もう学歴にふさわしい職にはつけんで。惜しい。正しくは地方の大学卒は大卒ではありません。カンカン同率なら同期はみんな大企業や有力ベンチャー企業勤めてるだろうに。かわいそう。エフランではないけど高学歴だと思い込んでるあたり無能そう。なんでニートになったかでお前の評価も変わる。考えるな。金稼ぐにはってそれだけ考えろ。新卒カード溝に捨ててニートしたんだから仕方なくね。自分で自分の価値を落としたんだから。新卒で就活失敗して6年ぐらいニートしてた。今28歳でさすがにヤバいと思って就活したら工場か介護か飲食か栄養か小売しかなかった。小売が一番マシかと思った。
働いてるだけマシやろ。商品出してパートと同じような仕事してただ帰って寝るだけ。土日も出勤。本部に行けるのも一握り。続ける意味あるんかな。お前文系だろ。もともと新卒もその選択肢しかねえよ。営業の方が将来性あるやろ。6年何やってたの？ゲームでもスポーツでも働く時間使って積み上げてたんだから、そっちで就職すりゃいいのに、なんでスーパーなんだよ。28歳職歴なしなら正社員なれるだけマシやんけ。文系や、営業はそもそもできないと思った。何もしてない無の期間はずっと何 J と YouTube してた。大手の薬局とかホームセンターも受けたが落ちた。スーパーも何社か落ちた。ここまで空白期間に厳しいとか日本終わってるよ。わいも同じようなりそう。中堅国立留年就活してない。なんで就活失敗したら6年もニートしてたんや。もうやめたい。わいは事務がやりたい。公務員になりたい。多分新卒でも同じところに落ち着いてたで。大卒文系って無様だよな。何の教養もスキルも才能もないから新卒失敗したら底辺さまようしかない。言うてマーチレベルのメイン就職先で小売の総合職とか普通やろ。文系なんだけど大学って行く意味ある？今から利点した方がいいのかな？正直何を学んでどう役に立つのか自分でも全くわからん。なんか仕事やる気なさそうなのわかるんだろうな。まともな人ならそんなことで文句言わない。ちゃんと社員として働けてるなら十分やろ。役に立つとすれば部活やって元気ありますぐらいじゃね。なんで社会の役に立つために大学行こうとしてるん？自分で一回人権返上したんやからしゃあない。手取りいくらや？どうせ指定校か栄養やろ。周りと同レベルだよお前は。栄養マンになるしかないのか。結局それって勉学ほぼ関係ないような。こいつの一番ヤバいところは俺は上級階級だと思い込んでいるところ。自分の好きなこと研究してそれを活かす仕事に就かないんだからしゃあない。今は残業込みで手取り25ぐらい。めちゃくちゃ嫌になる。お前はそれ以下のバカってことや。すまん、カンカン同率って同世代の上位 15% 以上なんだわ。学歴しかよりどころがないんだから今の状況はしゃあない。学歴に意味があるのは新卒かせいぜい第二新卒ぐらいや。それ以降は経験と能力。現実を見ろ。それ以上にニートはマイナスなんやけど。すまん、卒業して数年経ったら学歴はゴミで職歴が重要なんやで。6年もニートしてたらもう学歴関係ないわな。諦めろ。心の支えが学歴しかないのにその学歴も微妙って悲しくなってくるだろ。6年ニートしてたやつが事務なんて無理やろ。ふん、上位 15% ね。でも君今はピラミッドの底辺やん。ニートって終わってるで。高校の偏差値高くても大学外不乱なら意味ないだろ。それと同じで大学も人生で見ると途中経過に過ぎない。その年だと職歴、経歴が物を言う。スーパーすら落とされてることでもわかるでしょ。参勤交流の新卒3位か、それが君。もはや参勤と比べるのもおこがましいか。正直高卒と比べてもってレベルだぞ。3年以上ニートは。お前はパートのおばちゃんのリーダーとして一生を過ごすんやで。朝からイライラさせんな、もうええわ。高卒で就職した方が得かもな。その考えなら。こんだけ文句言うなら公務員にでもなればよいのに。給料は大して変わらんだろうけど。おっしゃる通り。6年ニートすることのヤバさが理解できないぐらい頭が悪いってことやしな。スーパーといえばついに日本でも時給2000円のバイト出たな。スーパーで2000円はビビったわ。一致はメンタル弱すぎや。ちゃんと逃げずに向き合え。多分発達障丸とか知的障丸あるで。一致、まともじゃない。さっさと仕事行け。ワイは F ラン卒やけど裁量労働のテレワークやから今から昼過ぎぐらいまで寝るわ。全てのことに対して我慢が足りない。6年ニートやると精神不安定になるんやね。適材適所ってやつだ。頑張れ。なんでニートなんて挟んでしまったんや。時給だと学生バイト代なり社員になるんだよな。社員は時給2000円で働く学生見て泣くやろ。例えばいくら東大卒でも10年もニートしてればただの人。それと同じ。むしろ高学歴の方が扱いにくいし。こういうタイプは持って数ヶ月で辞めるで。空白期間がありすぎると採用に躊躇するよな。賛同してくれる奴がいると思ってスレを立てたのに喪失感食らうとは思ってなかったようだな。今日は悔しくて眠れないだろ。東大京大クラスやと、マジの天才おるから10年ニートしてても開発ですげえ給料もらってる奴たまにいる。カンカン同率の文系ニートは救えようがないやろ。それもごく一部の話だろ。今の日本で新卒ブランドがないのは地獄。それまでの勉強が水の泡。せめてバイトでもしてればな。ニートはやべえよ。話を掘り起こしてすまんけどニートって同世代何パーセントなのか教えてくれや。新卒カード捨てた高学歴ってどれくらい価値あるもんなんや。ヒント、一致。なるほど、無価値どころかブランクが長すぎるとマイナスすらあるってことだな。一致、マジで逃げたのか。よっぽど言われたことが辛かったんだろうな。
Y もそこそこの高学歴だけど働いてから自分の学歴がどうこうって偉そうにしてるやつはろくなことがないと思う。それな。でもまあ会社によっては出身大学で群れてたりもするし。はい？そんなのあるのか。ニートではないけど無駄に頭が良くて引率になっても働き先があまりない、みたいなのあるな。引率まで行く理系はコミュ障が多いから震え声。確かに、学歴イコール働く力じゃないし高学歴でも社会不適合者も多い。じゃあ一致の有感感動率で同世代の上位 15% 以上だとしても、中には一致のようながマルジも含まれて優秀な人間はわずかなわけか。その優秀な人間は新卒でサクッと就職を決めるし、一致のようながマルジを雇うくらいならもうちょい下の大学のやつの方がマシってなる。確かに。実際、ニートしててブツブツ言ってるような一致じゃ新卒で入ってても察しだけど、すぐなんか違うとか言ってばっくれてそうだよな。せめてその職場で数年働いてから文句を言えよ。本当に勉強ができるなら、スーパーで働きながら資格でも何でも頑張って、上を目指せばいいだろ。小中高と遊んでても東大に入ったら逆転できる。小中高と頑張っても、大学中退なら意味がない。そういうこと。一致ってね。精神的にも弱そうだし仕事なんて無理だろ。派遣がお似合い。こいつの下で働くパートがかわいそうだよな。書き込まなくなっただけで、怒りながらまだ見てそう。ちら。どうして同意してもらえると思ったのか。優秀な Y がこんな待遇はおかしい、って思ったんだろ。ダサいな。学歴にこだわるのをやめた方が楽になれると思うよ。やめてやれよ。学歴くらいしか持ってるものがないんだろ。ちょっとかわいそう。こういうのがこれから増えそうだよな。大学に何も考えずに入るから、その後の進路でつまずく。大学卒業後に新卒ブランドが使えないくらいなら専門学校の方がマシ。それか高卒で働けばいい。進路を後回しにするために大学に入るやつも多いからな。親がそんな無駄金を払ってくれるのが羨ま。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はコンビニか警備か迷っているというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは45歳、コンビニか警備で働くか迷ってるんやが、今までずっとニートしてきたけど、そろそろ Y が重い腰を上げる時が来たやで。ひとまず何時や仕事すれを見たんやが、やっぱりニートにおすすめなのはコンビニか警備か、そのあたりか。先に書いておくと、介護は無理や。経験者の意見、待っとるやで。ああ、どうせ働く気がないやつ。介護も一致なんてお断りだってさ。警備は良いと思うけど、コンビニは大変だぞ。前にコンビニでも夜勤なら楽勝だって見たんやが、スマホ見ててもバレないって本当か。コンビニ夜勤が楽かどうかは店によるとしか。Y はかなり楽だったけど、大変だって書いてるやつもいたな。系列にもよるんじゃね。そうなのか。家の近くにコンビニがあるから、手っ取り早く働くならコンビニだと思ったんだけどな。田舎だからかわからんが1時から2時まで休みで、それ以外23時間オープンしてる。23時間コンビニとかあるのか。え、どこ系列だろう。黄色い看板のコンビニやで。っていうか受かる前提っぽいけど、コンビニも落とされるやつがいるからな。コンビニなんて、シフトさえ合えば即採用って聞いたけどな。一体、その情報をどこからもらってきてるんだよ。即採用は言い過ぎ。多少は履歴書を見られるし面接っぽいのもあった。コンビニで面接って、何すんだよ。面接っていうか、履歴書を見て、少し話をする感じだったな。若いなら、採用確率は高いと思う。一致は何歳？ 45 歳や。コンビニでも落ちそう。ごちゃごちゃ言ってる余裕がなさそうだから、手当たり次第に履歴書を出した方がいい。履歴書書くのも面倒だから、受けるなら最小限がいい。それに、入った後で、やっぱりクソだわだと困るから情報が欲しいんだよな。情報収集だけして実際はどこにも入る気がないパターン。45までよくニートでいられたな。まあ仮に採用されなかったとしても、働く気はあったって親にアピールできるからな。とりあえず、動きそうな様子だけでも見せないとやばいんや。ああ、つまり親に、働けって言われたから働こうとしてるふりだけするってことか。ごちゃごちゃ言わずにふりじゃなくて働けよ。採用されなかった場合は、適当に活動したことにしてニート続行のつもりやが。最近、小遣いも貯金もないし採用されたら働くかな。その程度のモチベの45歳じゃ落ちる確率の方が高そうだ。親は60代か、下手したら70代？働くふりで済む年齢じゃなくてくさ。親の年金で暮らしてそうで気持ち悪い。年金もそうだし、あとは退職金と貯金な。今のところはまだ大丈夫そうやけど、さすがに働く気ゼロって感じのままだと親の視線が痛いんだよ。当たり前だろ、ちなみに警備なら資格が必要。なんか一致のことだから、資格は免許だけとか言いそうだよな。免許は若い時に取ったけど、今はもう身分証明代わりだな。警備については、資格なしでも入れるって書いてあったが、
資格がないとめちゃくちゃ発給だし、採用できる範囲が狭くなるぞ。警備って無資格じゃ無理だろ。でも採用後に教育したり、資格の援助をしてくれるような警備会社もあるって見たんやが。それは若いやつ限定だろ。お前みたいな年齢のやつが資格なしは無理。そうなんか。じゃあ資格なしだと落ちるんかな。そうなるとコンビニしかなくなるんやが。一致の通える範囲にコンビニはいくつくらいあるの？警備諦めるの早すぎ。一番近いのが、さっきの23時間営業のコンビニ。あとは別の系列の店が2店舗あるだけやな。そのうち1つはちょっと遠いから避けたい。スーパーはあるけど近くに1つだし、親に頼まれて買い物に付き添うことがある。知ってる人に会う確率が高いからスーパーは避けたい。資格がないとか、避けたいとか、マジで働く気がないよな。コンビニも、顔見知りが来る確率が高いんじゃないのか。よく話しかけてくるおばちゃんとかに遭遇したくないんだよ。深夜帯のコンビニ夜勤なら会う確率が低いと思う。だからスーパーは却下、コンビニならか。コンビニもスーパーも警備も介護も一致は及びじゃないってさ。コンビニとスーパーは知らんが警備と介護は人手不足なんだろ。まあ資格なしで落としてくれた方がニートを長く続けられるわけやが。やっぱり働く気がないよな。警備は比較的、平均年齢が高いけど、さすがに45でも資格じゃな。一層大型を取ってトラックはどうだ。書き忘れたけどトラックも無理。長距離走るとか考えられないな。働く気が全くないからこんなことを書いてると思いたい。実際、みじんもないだろ。そりゃ45までニートだしな。このまま親が許してくれるなら働きたくないに決まってる。いくら親が許したとしても金がなくなるだろ。それに親だっていつか私のわけで。60か65くらいを過ぎればあとは、なんとかなる気がする。親が二人ともいなければ生ポももらいやすいだろうし。その頃まで生ポの制度が残ってればいいな。若い人口が減ってるからそのうち維持できなくなる。でも基本的人権があるだろ。それ言うなら、就労の義務もあるんだよ。なんでこんな奴が毎日楽してワイが底辺社畜してんだよ。でも一致を見ると、ああはなりたくないから頑張りたいとも思う。わかる。良い反面教師だよな。一年後も、普通にニートしてそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。引きこもりって才能がない奴にはできないよな。まず孤独に強く、誰かと触れ合ってないとストレスに耐えられないとかいう軟弱者と一線を画く。有能である一つ目の理由。気持ちが繊細で普通気がつかない点まで気がついてしまい、それによって傷ついてしまうという洞察力を持つ。二つ目の理由。引きこもりがおかしいのではなく世の中が狂っているのであって、現代社会に適応できてる奴ほど楽に異常者であると言える。三つ目の理由。以上三つの点により引きこもりとニートは優れていると言える。どうだ？まあ一致の考えは間違ってない。日本の場合外国と比べても成長していないのは社会が間違った状況だからと考えられる。日本の現代社会に適合する方が良くないということ。と思う無能ニートであった。ただの ADHD の特徴一覧で草。特能なんだわそれが。金稼ぐ必要ないからなワイもニートしたいわ。才能がないとなかなかなれないよ。同じくニートで引きこもりのワイは無能。はい、論破。そう思い込まされてるだけだよ。まあそれはあるかもな実際にね。はい、ニートってすごいんやな。それだけすごけりゃ定職もすぐ見つかるやろ。その仕事してるから偉いとかいう発想がそもそも貧しい考えだよ。はっきり言って世の中に本当に必要な仕事なんて少ないのに。しかも人間なんて機械の100万分の1程度の働きしかできないのに。それで仕事やってますってだけで偉いって正直あまり意味わからんわ。おう、そうだな。そう思って生きていけニートはすごいんやって。思うも何も事実。物の見え方が違うんよ。せやったなすまんすまん。すごいなニートは。随分と余裕ないじゃんわら。まあニートやるにも才能は必要やと思う。どっかで引きこもれるのは才能って見たな。経済活動に一切参加しないというクソが。してるよ。だって消費者だもん。ワイもニートの才能発揮中やけど、FX の才能手に入れないと多心でまう。早く手にせな。ニートに FX は向いてるかもな。継続できないし自己中心的な視点しかない時点で無能や。一致今どうやって暮らしてるんや。働いてた時の貯金。ニートができることは他の健常者でも簡単にできる。できません。単なる甘えの怠け者。わかる。長年引きこもってるが、かなり思考が研ぎ澄まされてくる。うん。ニートはとにかく体を鍛えろ、そう俺は教わった。10年以上ニートやけど引きこもりじゃないねん。毎日やることあって仕事してる暇ない。昔、学校に一人は不登校の子がいただろ。あれ不登校の子が悪いと思うんか？悪いのはその学校の環境だとは思わんか？引きこもりニートやってても生活できるんなら問題ないと思うが、金尽きたらどうすんねん。生活保護でええやろ別に。国民の権利や。健康保険とか支払いしてんの？俺はまだしてるけどそろそろ金は尽きる。
有能とか無能とかどうでもいい。むしろそんなこと気にしてる方が変に未練あってクソダサいよ、挑戦としろ。ダメダメ。世の中なんとなくじゃダメ。ニートや引きこもりが実際どうなのか、それを深く掘り下げて考えないと間違えて自丸する人が続出する。タヒヌ必要ねえのに自分には価値がないとか思い込まされてタヒヌ。生活能力、なし。要は能力の使いどころを奪われてるだけなんだよね。居場所なくされてるっていうか。まあ職人とか研究者の特徴と同じやけど決定的な違いがあるんや。どうせこの国はいつか滅亡するしな。働こうが引きこもろうが変わらん。まあそうかもな。意外と失うものがないニートが非常事態でなんか役に立ったりするかもよ。どうせニートなら FX か株でも勉強したら？働かないアリがいる頃にと働かないアリがいない頃に、どっちが長く存続するでしょうか？それは働かないアリがいる頃にだという研究結果も出てる。じゃあなんでアリに生まれなかったん？それ、人には当てはまるわけ？当てはまるだろうな。人間だと要するに緊急時等に人的リソースの余裕があるかないかって話だからこれ。いや君ら緊急事態になんもせんやろ。それはわかんないけど、人手の余力があることだけは純然たる事実だね。ワイみたいな発達が職場にいても迷惑しかかけないからな。引きこもってた方がいいのかな、とは思う。6年くらい引きニートやってたけど働いて外出てる方が楽しいわ。実際何かの才能はあるよな。今の社会で活かす方法がないだけ。あるけどその能力は低いんやろ。全能力偏差値40やけど1個だけ50みたいな感じ。まあ昔の哲学者とかニートみたいなもんやしな。本当にニートが有能ならとっくに金儲けの出しにされとるやろ。社会的損失しか生み出さない存在やって気づけば。ニートが優れてるのは働かないってとこだけやろな。普通のやつにはそれは耐えられへん。それに耐えられるあたりイカれとる。違いますね。人は生きてるだけで GDP に貢献してます。まともに税金を納めてない時点で軟弱者以下の社会不適合者で草。違うんだな。この社会がそもそも狂ってる。そこに適応できてしまってるのはどういうことなのか考えた方がいいと思うよ。ニートを使用期間で辞めてもらったことあるけど、マジでナローみたいに活躍できると思ってたみたいで、かわいそうなやつやったわ。指示は受けません。僕のやりたいことをやりますって本気で言ってきて草。一致も働かないやつが有能だなんて実際は微塵も思ってへんやろ。焦燥感でどうにか自己肯定したいだけや。いや、マジで思ってる。まだまだ若いな。ニートの自分を正当化してるようじゃ新米やで。ワイみたい20年ニートやってると自分がゴミなのは分かって達観してる。卑屈になったらそれこそ終わりですよ。本当は能力があるのに環境が悪いだけなんだ。そりゃ異世界なろうが流行るわけやな。生活保護受給者になる前にさっさとトラックに跳ね飛ばされて異世界転生してくれ。デモさんについてはマジでそう思うわ。40年間週5で8時間働いてねって言われてうつ病にならない人間の方が多分ニートよりネジがぶっ飛んでる。ダニングクルーガー効果は欧米基準で東アジアだと別の傾向って話もあるらしいで。何それ。本当に有能なら成果だけ国民に提示して一気に数億稼いで現世から距離取るやろ。世の中の方が狂ってるってのはマジよ。でもほとんどの人間は働いて収入を得てそれで生活してるんやで。現状ニートで世の中が狂ってるとか言ってるやつの方が頭狂ってる扱いされるんよ。口ばっかりで何もアクション起こさんからな。甘えたニートは一応ニートにもこうはなっちゃいけないって周りに思わせてくれる時点で価値はある。ホームレスなんかもそうだよな。子供と公園通るときに働かないとああなるぞって言い聞かせてる。まずそれがおかしいんやで。恐怖に支配されて仕事に縛られてると一致は言ってるんや。まあ普通に働いた方が楽だしな。いろいろと孤独に耐えられるというか一人でも楽しめる能力って才能だよな。特にスペック高くないくせに一人じゃ寂しいからって結婚してノーマルガチャ回してるやつは負け組。俺が働かないことで誰かの雇用の役に立っている。ただの現実逃避で草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートしてから働き始めたんだが想像以上に自分が無能すぎて辛い。マジでヤバい。わかるで。やっぱ社会性って大事だわ。丸々を三角三角してこの指示が遂行できない。マジでヤバい。扉開けといてくださいねって言われたのにもかかわらず開けるの忘れてたり、1分前に指示されたことなのにもかかわらず遂行できない。面と向かってやる気ありますって言われた。ヤバすぎる。何か言われて返事すんだけど何言われたんだっけってよくなるわ。それめっちゃある。言われる、適当に返事する、そもそも返事すらしない、わかってない、このループが延々と続く。ニート経験したら冗談抜きで任務遂行能力というか
人の話を聞いて指示通りに実行するとかいう当たり前のことすらできなくなってた。そこまで人の話聞こえないって対人恐怖症かね。もともと普通に学生時代とかはコミュニケーション取り合えてたからそれはないとは思う。3年ニートしてたけど明らかに長い会話ができなくなったわ。構築できないし相手の話すことを理解するのが難しくなった。わかる。覚えようと聞いてるのに全て飛んでる。頭の中ではやる気はあるんだよ。やらないといけない、やらないといけないって理解してる。でも体全部がついていかない。ニート雇うところなんて最低限のことしかやらせんからな。その最低限のことすらできてるか怪しいね。マジで丸々を三角三角しておいてくださいねとかいうものすっごい簡単な指示もちょっと空白時間が空くと他の作業に移って頭から飛んで忘れてる。ニートしとると話を適当に処理する癖つくからな。これはマジであるある。人の話に根本的に興味が持てないというか他人事みたいな感じで自然と頭の中で処理がされてる。聞いてる？っていうといつ目をもう100回くらいされてる。何の仕事してるんや？一応内勤で事務扱いとして入ってる。働き方自体は雑用係みたいなもん。しゃあない。人として最低限の義務を長期間怠ってきたのがワイラやし、ニートしてる間はどんな過ごし方してたんや？ちなワイは週2でキッキングしてる半フリ半ニートや。それで事務とか絶対無理やろな。忘れてたらえらいことになるし。ただでパス飲んだら明確に頭冴えるから、一番の原因は緊張なんやないかと思ってる。未来のワイを見てるようや。働くこと決まったけどやっぱやめにしようかな。ニート上がりが個人事業主したらどうなる？正直周りもワイががマルジなの理解し始めてるからか最近は怒られすらしなくなってきた。親との会話でも聞いた情報抜け落ちまくっててお前大丈夫か？って言われる。逆に俺は有能すぎてビビったわ。さっさと辞めて転職した。一番ヤバいのは電話のメモが後から理解できないこと。ハロワから？人の話を適当に処理する癖がついてるっていうのはすっごいわかる。本気になれないんだよな全てにおいて。民間、ニート、公務員なって思ったけど、公務員って一番ニートに向いてないんちゃうかと思うわ。折衝やら調整多すぎて心すり減るわ。結局のとこ働くの向いてないやろ。民間の業種知らんけど。高卒22フリーターなんだけど、せっかくアスハロワ行くって決めたのにこのスレ見てたら不安になってきたんだが。だんだん慣れるから安心しろ。人に質問しても次の瞬間には他のこと考えてる。根本的に興味ないと頭に入ってこない。無能って気づけるだけすごいと思う。Y ニートは働く気もしないしな。ニート要素以外にも何か問題がありそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。俺し、ニートを卒業するも初日から無能なのがバレてしまう。同じことを5回くらい聞き直しちゃったね。コミュニケーションも取れないし辛いな。会話すぐ終わる。ニート卒業ってだけですごいから胸張っていけ。育ちめちゃくちゃ悪そう。これ以上老化落ちることなくてよかったじゃん。企業にはニートの俺を拾ってくれたことは感謝してるが、無理だ。育ち悪いし兄弟の中で俺だけ頭の出来が悪すぎる。長期間ニートからいきなり正社？きつくね。きつい。昨日とか4時間しか寝てない。心臓バクバクで眠れない。飯食わせて学校行かせれば人間を育てたと勘違いしている家庭で育ってそう。不登校でした。コミュニケーション取る方法とかないのかな。会話続けられない。リハビリなしでいきなり正規はきついだろ。元ニートをあっさり正規で取る時点でブラック臭いしな。工場で3交代なんだが俺でもできると思いライン行ったんだが思ったより難しかった。ブラックかもしれん。このより仕事覚えて完璧にした方がいいと思うぞ。ミスばっかのやつは嫌われる。無能なのに残業させられた。今日教えてもらったこと全部飛んだ。明日出勤して何すればいいのかわからずうろうろしそう。しかも3交代か無理すんなよ。俺の友達もニートから働き始めたけどやっぱ土日祝日だけとかリハビリしてから正規に転職したぞ。元ニート関係なく最初はそんなもんだろ。もう手遅れだと思った。やめてバイトになろうかな。いや人より俺はできない。励ましてくれてるならありがとう。教育担当の人切れてたし辛い。殴りが器用のメモ取って休憩時間とか帰宅後に家でリーフレットのメモに清書しなよ。多分それやる気力すら残ってないだろうがな。持ち物持ち込み不可なんだ。スマホももちろん。だから俺が頑張って頭に残すしかないんだが忘れた。今日は初出勤のお祝いさ。飲んでパーッとやろうよ。マジな話なんだけど俺さ B 型作業所すら断られてるんだよ。帰りに自販機でドクペ買って飲んだ。好きなんだけど味しなかったな。使用期間で切られるの嫌だな。クビになるくらいならやめてやる。
B 型作業所よくわからないが作業難しいの？辛いのが土曜日も当たり前に仕事なんだよ。お前らはあと4日で2日休めるわけだが俺はあと5日働いて1日休。俺も下から数えて早いレベルの無能だけど俺より下だな荒野。生活保護僕、高みの見物。職場に俺より下の奴がいれば俺も心が楽になるんだが、ライン作業は意外とみんなできてるんだよ。無能がいない。なんつうかまあ、要するにブラックだよな。人材使い潰す前提のブラック企業は面接だけは通りやすいけど、そもそも使い潰す前提だから仕事は多いし要求も高い。就職しただけ偉い。まずは慣れることさ。初日出勤前から無能だってのを見越して採用してるんだよ。家畜として雇ったんだから何を勘違いしているのか、自分が有能とか思ってたのか。ああ、もう辞めたいな。どうせ一人辞めたところで特に困らないと思うし、使用期間中にクビになりそう。だから先に辞めたい。ブラックっぽいし適当にバックレればいいんじゃね。給料日後にバックレよう。そうか、バックレると給料が心配だよな。さすがに払われるだろ。ブラックでも1年続けて職歴残した方がいいと思うが。もう無理や。いきなり正社員が問題だよな。ハードル高すぎ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は日雇い派遣を始めたというニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは29歳、覚悟を決めて日払い派遣を始めた結果、最近覚悟を決めて日払いの派遣を始めたんやが、ニートでも意外と働けるもんやな。日払いの派遣ってどういうの？え？日払いバイトじゃなくて派遣？日払いバイトはやったことがない。普通に派遣会社に登録して、日雇いで働いてる。仕事は毎日違う場所で、過去に行ったことがある場所にもう一度、派遣されることもある。チケットもぎとか、工場の梱包とか、品出しとか、いろいろやな。ワイもニートだから、年齢とか脱ニートしたきっかけとか教えてほしい。日雇いにしてるのは毎日金が必要だからか？一箇所でずっと働き続ける自信がないってのが一番の理由だな。人間関係がうまくいかないとバックレたくなる。でも翌日の派遣先が違うって思うと、新鮮な気持ちになれるし、なんとかなるかなって。Y は逆に職場の環境が変わるのがストレスだからエッチはすごい。で、脱ニートのきっかけは？大卒で29歳になるまでずっとニートしてたんだけどさ、なんとなく焦る気持ちもあったし、大学まで出してもらったのに働いてなくて申し訳ない気持ちもあった。で、たまたま夜更かしして YouTube を見てたんだけどさ、夜中に母親がため息をついて通帳を見てるのに気づいたんだよ。ああ、家の金がなくなったのか。働けって言われるよりも家計の状況を知った方が辛いよな。しばらく見てたら、親が席を立ったから、通帳を見たら残高がやばかった。しかも俺のせいで奨学金の返済もあるみたいだったんだよ。ないだよ。奨学金まで使ったのに大卒ニートしてるのか。まっまがかわいそう。おまけに近所のスーパーとかのパートの求人も置いてあってさ、働けって言うんじゃなくて親が働こうとしてるんだなって思った。そしたら一気に情けなくなって働くことにしたんだよ。それで日雇い派遣か。最初からうまくいったのか？実は最初に入った普通に月で雇われる派遣会社をバックレまくってクビになってる。前にそれを何J で相談したらブラックリスト入りで働けないって言われてさ、マジでビビったけど、情報は共有されてなかった。毎日、違う職場になった方が今のところは合ってるっぽい。でも目的が奨学金の返済だと先が長そうだな。それでも土曜日も入ってるからまあ少しは足しになってると思いたいな。それに母親が働かないことになったし、喜んでくれて嬉しかった。金額がしょぼいしなんだ、その程度って感じの反応だと思ったんだけどさ、泣かれて調子が狂った。そりゃ息子が脱ニートしたら泣くだろ。正社員でもないし、日雇いの派遣だぞ。これで脱ニートって言っていいのかもちょっと自信がないけどな。でも母親だけじゃなくて父親も喜んでるっぽくて嬉しい。泣いたりはしてなかったけど頑張ってるな。って言われたよ。ニートって文句ばかりのイメージだから社会復帰したの感動だわ。そりゃ息子が脱ニートしたら泣くだろ。こいつは大物になるな。まだ29歳ならこれからやん。日雇いであちこちの職場に行って、これはありって思った仕事があれば、月で雇われる派遣とか、正社員を目指してもいいんじゃないのか。実際、ある工場に派遣された時にかなり歳を取ったじいさんたちしかいなくてさ、頑張って作業してくれてるし、入ってきたら可愛がってやるぞ、って冗談かもしれないけど言われた。でも派遣先に勝手に就職したりしたら怒られたりするんかな。それに、上の人じゃなくてじいさんたちに言われただけだし。いいじゃん、そこの職場の求人があるならチャレンジしてみるべき。まあ派遣元の会社が気になるなら半年とか1年後に求人探してみたら？田舎に住んでるの。田舎って言うんかな。埼玉の端の方。東京にも働きに行ける位置。その年齢で東京まで出るならイージーだろ、頑張れ。
Uber とかもそうだけど、気軽に働けると脱ニートのきっかけになりやすいんやな。あちこち職場に行って嫌なこともあった？20代前半とか若い人がめちゃくちゃ多い職場があってさ、正社員に見下される感じがしてちょっと辛かったことがある。でも1日だけだと思ってなんとか耐えたよ。よう頑張ってるな。半年もしたら、そのおじいちゃんたちがいた職場で普通に働いてそう。別に若いし、工場とかなら他にもありそうだけど。まあ奨学金をもらって大学行ってニートはマジでクソだけど、頑張ろうとしてるなら応援したいな。ちょっと感動した。それでも Y はニートを貫くわ。20代のうちに脱ニートできたのは大きいよな。これからに期待できそうな気がする。そんなに持ち上げられても困るんやが、時給も首都圏にしては安いし、派遣先によっては足でまといになってる時もあるしな。まあ合わない職場はあるだろうから、あちこち行くうちに学べばいいと思う。タイミーとかもいいんじゃね。結構気楽にできるし。タイミーか。そういえばどこかで見たけどまだやったことがない。派遣の空き時間でも入っていいんかな。タイミーはそれでも OK なはず。あとは派遣会社次第だろうな。タイミー側 OK ってこと？今度派遣会社に聞いてみるか。少しでも早く奨学金を返したいんだよな。まあ焦らなくてもいいんじゃね。前より随分進歩してるんだし。 Y の経験上、一気に頑張りすぎると急激に疲れるから、ほどほどが良いと思う。こういうやつが相手だと煽らないの好き。さすがに煽れないだろ。40代の Y はもう無理だから、その分も一気に頑張ってほしいんやで。なんかあったかいな。まだまだこれからだけど、良い報告ができるように頑張るわ。もうすぐ外が暑くなるから体を壊さないようにな。脱水は気をつけろ。確かに暑い時期は外の作業とかきついよな。今ニートしてるやつも一致みたいに20代の間には早く就職した方がいいぞ。まあ都会なのも有利だよな。 Y も首都圏に生まれたかった。マッマ作戦通り。これがマッマの作戦通りなら笑う。本人も幸せそうだし、作戦でも良いんじゃね。とにかく頑張れ、超頑張れ。この一致は応援できるな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。今話題の中年引きこもりやけど、質問ある？親の年金で暮らしとる。返事遅くてすまんと先に謝っておくで。自分のことを惨めだと思ってる？いや、Y には人間として生きる能力が不足してるって感じや。外出ることある？最後に出たのいつかな。いつも思い立っても季節に合った服がなくて断念する。は？無敵の人のくせにファッションこだわんなよ。見た目やなくて温度的な適不適やな。お小遣いもらえてる？お小遣いもらっても使うことないしな。ハロワイ系行きたいな。やっぱり Y も危険人物なんかな。ガチ勢さん。せやで。せやけど、引きこもりって横のつながりないから傾向とかあるんかな。うわ、完全な孤立型や。やっぱハゲなの？もちろん。シャンプー少なくて済むから助かるわ。伸びたら自分でバリカンや。引きこもりなんていい身分やな。すまんの。ジーパン安いぞ。あとアマゾンとかできないん？金がない。クレカも更新時期になったのにもう送られてこなくなった。一度も使ってないからかな。趣味はなんや？趣味は何もない。人は丸さないでくれや。それがわからんのや。なんで他人を丸そうと思うんやろ。Y は穏やかに暮らしとるで。散歩したらええわ。昔と風景変わってるから時の流れを実感して泣くんや。まだ教習に誘われるほど年取ってないのかもな。懐かしい風景を見たいとは思わんわ。引きこもり相手にマウンティングするまで落ちたらあかんで。もっと志を高く持ってな。今何歳ですか？1978年生まれやから41やないやろか。金ない割にネットはこうしてできるんやね。せやな。親とスマホを共有してるんや。Y には電話がかかってくることもないし、電話をかけることもないけど、ネットは楽しいからな。30まではお仕事されてたんですか？ある日突然引きこもったんですか？2008年にいろいろあってな。お仕事がなくなってしまったんや。差し支えなければ聞きたいです。もともと勤めてた会社が潰れて、他も潰れてたから再就職が難しくて、やっと入れたところがブラックやっただけやな。朝から晩まで収録で働いて、休日出勤もしたんやけど、作業中に怪我して。その会社は実は Y には社保かけてなくて労災も降りなくて、当たり前やけど会社と揉めて、嫌がらせとかされて精神病んで、最後はその会社も潰れてトンズラされたって感じやな。それで精神病まず社会も憎まずにおられるってある意味偉いわな。Y は恨む対象がはっきりとした特定の個人に集約しとったからな。まともな人間だったのにね。社会が悪いんやね。いやいやいや、そんなことないで。あの時は Y も含めてかなりの数の人が失業したが、多くの人はちゃんと社会復帰してるで。一人でいる連中はそれほど生きることに執着してないから、これから一致みたいのが増えてくるで。せやな。終わる時は終わるだけや。
もしかしたら土壇場で醜く抵抗してやっと自覚が戻ってくるかもしれんが、今のところは人ごとのようにしか感じない。親方死んだらどうすんや？ほんまどうするんやろな。というかどうなるんやろなって感覚なんや。一致は列した人全員に返すし真面目で豆だと思う。また外に出てみたいと思えるといいな。親が急病とか危機に陥ったら動くとは思うで。さすがに見まるしにはせん。インフルなどの病気も平気なんか？そういえば引きこもり始めてから病気には全くかかってないな。入った会社で運命づけられてしまう日本社会が悪い。社会のせいにするな人のせいにするなというけど超大手企業でぬくぬく楽しくやってる奴らにはこの気持ちはわかるまい。ワイと同じ時期にたくさん失業者が出たけど、多くはちゃんと社会復帰しとるで。仕事してないのはいいとして引きこもる必要あるの？海とか山とか行けばいいのに。なんで外に出なくなってしまったのか実は Y にもよく思い出せんのや。今年で20になる引きこもりの Y に何か一言。無理に世間に迎合することないで。無理してもどうせ最後まで続かん。ただ、消費社会から用意された幸福は手に入らないと覚悟はした方がええで。会社でのトラブルはかわいそうやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。15年以上引きこもりをしてるものだけど何か質問ある？引きこもる前何してたの？23まで新卒の会社で働いてたよ。上司に丸められてから今まで引きこもり。その上司は今頃仕事もうまくいって幸せな家庭も築いてるよ。悔しくないの？41歳引きこもりより未来があるな。もう悔しいとか、悔しいから頑張りたいとかそういうのすらないよ。あと3年でその年齢だよ。もう終わってる。学歴職歴は？大卒だよ。最後に外出したのは2011年の4月。引きこもりってガチの引きこもりか。家でないでそこまでやれるって逆にすげえよ。外歩きたくならんのか。そこまでやったなら一流の引きこもりだな。小説書いたら売れるんじゃねえか。何それ。今は YouTube 見て一日の大半を過ごしてるよ。外出てたけど近所の人に通報されて親に泣かれてから出なくなったよ。生子でニートしようぜ。もう無理だな。た死ぬまでその部屋にいるしかないわ。生子は無理そうだよ。うん、わかってる。最後はそうなるだろうな。10年くらい外出てないし。俺も高校時代に1ヶ月くらい引きこもった時あるよ。もうそこまで行けばウィニングランってやつじゃん。一日のスケジュール教えて。よく出せたね。すごいよ。8時起床、18時夕飯、19時寝る、間の時間は YouTube。 かわいそう。元気出せよ。ありがとう。最近はここでお話しするから少しだけ楽しいよ。免許更新してる？生活費もそうだけど飯とかどうしてんの？免許は持ってないよ。全部親だよ。通報されたんだ。まあ親が出ないでもいいって思ってるならいいわ。俺も無職ずっと続けてるけど外は出ないと体調崩すから外は出るんだよな。なんかもう慣れてしまったよ。ずっと横になってるからか知らないけど身長10センチくらい伸びたよ。病院行ってる？何らかの精神病になってそうだからしっかり治した方がいいんじゃない？行ってないよ。多肥みたいとかはもう思う段階は過ぎたかな。何の病気だろう。通報されるほど挙動不審だったの？ごめん遅れて。通報は近所の公園の花畑を見てたんだけど、それ小学生たちが植えたやつだったみたいで、近所の人が俺が踏み荒らすんじゃないかと通報したみたい。令和一番悲しいニュースだな。すごく悲しかった。ただ久々に見た花見て、綺麗だなぁとかすごいなぁって思ってただけなのにね。ちなみに警察官の方に、その近所の人たちが私たちは悪くない、本当にあの人が踏み荒らそうとしてたのよ、って叫んでたよ。3人くらいの主婦さんたち、それで親が警察呼ばれて、頼むから外出ないでと泣かれたから出てないよ。筋力落ちるのは避けられないな。うん。一日一食しか食べれないから太らないし、運動もしないから必要最低限の筋肉しかないみたい。この前 PC が壊れて持ち上げたんだけど、足首多分骨折して自然治癒したよ。間違いなく骨粗鬆症だな。歩いて骨に負荷をかけろ。日光を浴びてビタミン D を生成しろ。魚食べろ。前までは何してたの？15年前の VIP は今より楽しかったろ。ありがとう。でも今は一日一食しか食べれないし、何が出てくるかもわからないんだよね。昔は VIP にもいたことあったよ。でもそこで迂闊に画像を上げて特定されなかったけど少しトラウマになることが起きてさ。それから2チャンネルからは離れてたよ。離れてる間は YouTube 見てたよ。今引きこもっててまだ間もない人は、コピペじゃないけど本当に10年後から戻ってきたつもりで考えてみてほしい。それで引きこもりを選ぶならいいけどね。妹がいるんだけど、妹夫婦と娘たちからは絶対に姿を現すなと言われてさ。今はもう、妹の娘たちも10歳手前くらいに大きくなったのに顔も知らないよ。こんな悲しいことないんだからね。23歳引きこもりだけど俺になんかアドバイスある？高校中退して今に至る。多分君自身はもう23だし何年も引きこもってるんだから、人生終わりとか思ってるかもしれない。
でも俺からしたらまだ20代だし、それに20代前半、いくらでも仕事はあるし、仕事があるということはそこから枝分かれするいろんな可能性が君にはまだあるよ。その枝は25超えて、30超えて、35超えていくとどんどん折れて先がなくなるよ。今絶望してるかもしれないけど、僕からしたら君にはまだまだ可能性があるよ。15年後38の引きこもりの君からのアドバイスだと思って考えてみてほしい。泣いた。引きこもりでニートだけど名の面倒見させられるぞ。相手してたら膝上で寝られて足しびれた。羨ましいよ。赤ん坊の頃に見たのが最後だよ。34歳元引きこもりだけど20代なら全然社会復帰余裕。28歳の時にバイトやりつつ就活して社会復帰したからな。今では美人の嫁さんまでできた。嫉妬で狂いそう。今受験勉強ですごく辛くて落ちたらニートになる予定なんだけど、ニートになり始めは親から怪訝な目で見られそうですごく怖い。初期の頃、イッチはどうやって克服した？克服できてないからこうなってるよ。自分も大学入試受けたからわかるけれど、落ちてニートになるのはやめた方がいいよ。ニートは何も予備校も行かない勉強もしないという認識、何もしないという状態は必ず君を貪るよ。何もしないと何もやる気が起きないし、それは日を重ねるにつれてどんどん大きくなるよ。やっぱり大変なんだな。こんな辛い勉強をするんならいっそのことニートになった方が楽なんじゃないかと思ってしまうんだが。辛さ大変さは受験勉強も、ニートも種類は違うけれど大変だと思う。でも違うのは受験勉強は一時の辛さだし、それに何よりそれを乗り越えられたら可能性がたくさん広がっているよ。僕は君じゃないから分かったようなことは言えないけど、人生には頑張らないといけない時が必ず来て、逃げ続けてると僕みたいになるよ。君の頑張らないといけない時は多分今来てるよ。辛いのは分かるけど、どうか本気を出して乗り越えてみせてほしい。ありがとう。もうちょっと頑張ってみるわ。一致も頑張ってとは言わないけど、いい未来が待ってることを期待するよ。ありがとう。僕も君の明るい未来を祈っているよ。本当にマジで家出てないの？本当にマジで家出てないよ。というか部屋すら出てないよ。来るはないの？もうそんな次元は過ぎてしまったよ。仕事が幸せにつながるわけでもないけどな。若い頃に女と絡めるかどうかだと思う。高卒仕事人35歳だけど若い頃からモテなかったし何も楽しいことなんてなかったよ。引きこもりに戻りたい。寒いよ、働きたくないよ。彼女の一人でもいたら人生変わってたろうな。俺らがバカにしてた中卒のドキュンは今幸せを掴んでるよ。若い頃から女にモテて結婚して子供までいてさ、悔い改めて優しいお父さんになってるやつとか人生の勝ち組だろ。ネットが使えるならそれで稼ぐ方法あるのにやらないの？でき20年の俺の勝ち。36歳中卒だけど大卒なのに引きこもりはもったいないよ。一致はレスも丁寧だし働けそうな気がするんだけどダメなんか。田舎なんじゃないの？都会ならまだしも田舎でその年齢だと仕事なんてない。そもそもずっと引きこもりすぎてるから体力作りから始まる気がする。家で筋トレくらいしないと体力も筋力もどんどん落ちていくよ。それから少しは日光を浴びた方がいい。昼間に外に出ると親に泣かれるんだよ。泣かれたのも過去の話だし今もう何年も経ってるじゃん。なんか悲しいな。自分も引きこもりの期間が数年あってさ、一歩間違えば一致みたいになってたのかなって。一致については親の責任もちょっとあると思うわ。ずっと家にいろじゃ社会復帰が遠のく。ニート、無職もいろいろといるんだな。一致はちょっと憎めない感じ。とはいえ、ニートはニートだし親がいなくなったら生ポカタ死ぬかしかないんだけどな。実際、スレには出てこないだけで一致のタイプの無職ニートも結構いるだろ。昔は今よりも家で楽しめる趣味もなさそうだし自分なら続けられなさそう。ぼーっと過ごしてたんかな。今一番何がしたい？外に出たいって思う？もうそういう時期は過ぎたんだよ。今はただ流れに身を任せているだけ。じゃあ2チャンネルだけが楽しみなんかな。なんかすまんかった。無職期間長すぎるやろ。手煽ろうと思ったのに、なんか一致相手だと調子でないわ。わかる、一致が煽り返してこないしな。珍しく荒れてない？ニートや無職ってちょっとしたきっかけでなるんだよな。で、すぐ復帰できるケースと、一致みたいになるケースがある。その違いは何なんだろうか。ニートになる時と同じで、やっぱりきっかけがないと元に戻るのは難しいんじゃないか。あとは例えばだけど親が他死ぬとか状況が変化すれば戻れると思う。今の一致に荒用事は楽効果に思えるんだよな。何か楽しいことがあって外に出られるようになればいいのに。いっそ引っ越しとか。戸建てだから難しいだろうな。夜なら通報されないだろうから、夜中だけでも散歩するとかちょっとしたことから始めよう。明日は我が身やな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。